長井花風木刀祈団一。私は、ほとんど活動写真を見に行ったことがない。おぼろげな記憶をたどれば、明治三十年頃でもあろう。神田西敷町にあった貸し席、近畿館で、サンフランシスコ市街の光景を映したものを見たことがあった。 活動写真という言葉のできたのも、おそらくはその自分からであろう。それから44年を過ぎた今日では、活動という言葉はすでに廃れて、他のものに変えられているらしいが、初めて耳にしたものの方が、口慣れて言いやすいから、私は依然として、昔の背後をここに用いる。震災の後、私の家に遊びに来た青年作家の一人が、自制に遅れるからといって、 無理やりに私を赤坂ため池の活動小屋に連れて行ったことがある。何でもその頃非常に評判の良いものであったというが、見ればモーパスさんの短編小説を脚色したものであったので、私はあれなら写真を見るにも及ばない原作を読めばいい、その方がもっと面白いと言ったことがあった。しかし活動写真は老若の分かちなく今の人の喜んでこれを見て、 日常の和平にしているものであるから、せめて私も人が何の話をしているのかというくらいのことは分かるようにしておきたいと思って、活動小屋の前を通りかかるときには、看板の絵と名題とには、努めて目を向けるように心がけている。看板を一別すれば、写真を見ずとも客色の公害も想像がつくし、どういう場面が喜ばれているかということも得得せられる。 活動写真の看板を一度に最も多く一別することのできるのは浅草公園である。ここへ来ればあらゆる種類のものを一目に眺めておのずからその公説をも比較することができる。私は下や浅草の方面に出かけるときには必ず思い出して公園に入り杖を池の淵に引く。夕風もおいおい寒くなくなってきた。 ある日のことである。一軒一軒入り口の看板を見尽くして、公園の外れから専属町へ出たので。右の方はと峠橋、左の方は入屋町。いずれの方へ行こうかと、思案しながら歩いていくと、四十前後の古洋服を着た男が、いきなり横合いから現れ出て、旦那、ご紹介しましょう。いかがですという。いや、ありがとう。 と言って私は少し歩調を早めると「絶好のチャンスですぜ猟奇的ですぜ旦那」と言ってついてくる「いらない吉原へ行くんだ」「ポン引きというのか源氏というのかよく知らぬがとにかく怪しげな勧誘者を追い払うために私は口から出まかせに吉原へ行くと言ったのであるが行く先の定まらない散歩の方向はかえってこれがために決定せられた」 歩いていくうち私は土手下の裏町に古本屋を一軒知っていることを思い出した古本屋のお店は三夜堀の流れが地下の暗居に接続する辺りから大門前日本包み橋のたもとへ出ようとする薄暗い裏通りにある裏通りは三夜堀の水に沿うた片側町で 対岸は石垣の上に立ち続く人家の背面に限られ、こなたは土管、地瓦、川土、材木などの問屋が人家の間にやや広い見せ口を示しているが、堀の幅の狭くなるにつれて次第に貧しげな小家がちになって、夜は堀にかけられた小法寺橋、山屋橋、寺田橋、上い橋などいう橋の日がわずかに道を照らすばかり。 堀もつき橋もなくなると人通りも共に途絶えてしまうこの辺で夜も割合に遅くまで明かりをつけている家はかの古本屋とタバコを売る荒物屋ぐらいのものであろう私は古本屋の名は知らないが店に積んである品物は大抵知っている創刊当時の文芸クラブか 古い大和新聞の講談付録でもあれば意外の掘り出し物だと思わなければならない。しかし私がわざわざ回り道までしてこの店を訪ねるのは古本のためではなく古本をさぐ亭主の人柄と狂外の裏町という常味とのためである。主は頭をきれいに沿った小柄の老人。年は無論六十を越している。 その顔立ち、物腰、言葉遣いから着物の起用に至るまで、東京の下町喫水の風俗をそのまま崩さずに残しているのが、私の目には気候の古書よりもむしろ尊く、また懐かしく見える。震災の頃までは芝居や寄席の楽屋に行くと、一人や二人、こういう江戸下町の年寄りに会うことができた。例えば、 音屋の男衆の留爺やだの高島屋の使っていた一蔵などいう年寄りたちであるが今はいずれもあの世へ行ってしまった古本屋の亭主は私が店先のガラス戸を開ける時にはいつでも決まって中仕切りの障子際にきちんと座り丸い背を少し斜めに外の方へ向け鼻の先へ落ちかかる眼鏡を頼りに何か読んでいる。 私の来る時間も大抵夜の七八時と決まっているが、その度ごとに見る年寄りの座り場所もその形もほとんど決まっている。戸の枠音に折りかがんだまま首だけひょいとこなたへ向け、親はいらっしゃいまし、とメガネを外し、中腰になって座布団のちりをポンと叩き、刃うような腰つきでそれを敷きのべながら、さて丁寧に挨拶をする。その言葉も様子も、 また型通り,に変わりがない「相変わらず何もございませんお目にかけるようなものはそうそう確か宝坦雑誌がありましたそろっちゃおりませんが「ためなが春光の雑誌だろう」「へえ称号がついておりますからまあお目にかけられますおやどこへ置いたかな」と壁際に積み重ねた古本の間から合本五六冊を取り出し 両手でパタパタチリをはたいて差し出すのを私は受け取って「明治12年お届けとしてあるね」「この自分の雑誌を読むと命が延びるような気がするね」「露文沈法も全部揃ったのがあったら欲しいと思っているんだが」「時々出るには出ますが大抵バラバラでございましてな」「旦那花月紳士はお持ち合わせでいらっしゃいますか?」「持っています」 ガラス戸の開く音がしたので、私は亭主と共に見返ると、これも六十余り、頬のこけた、髪頭の貧相な男が、汚れた島の風呂敷包みを店先に並べた古本の上へ下ろしながら、つくづく自動車は嫌だ。今日は住んでのことに殺されるところさ。便利で安くってそれで間違いがないにあって、そんなものは滅多にないよ。それでもお前さん、怪我はしなさらなかったか。 お守りが割れたおかげで無事だった。衝突したのは先へ行くバスと円卓だが、思い出してもぞっとするね。実は今日、鳩ヶ谷の位置へ行ったんだがね、妙なものを買った。昔のものはいいね。差し当たり、はけ口はないんだが、見るとつい道楽がしたくなるやつさ。はげ頭は風呂敷包みを解き、女物らしい古問の人へと、胴抜きの長襦袢を出してみせた。 古問はネズミ寺の小浜ちりめん。胴抜きの袖にした友禅染めもちょっと変わったものではあるが、いずれも維新前後のものらしく、特に古代というほどの品ではない。しかし、浮世絵肉質物の,の表層とか、近頃流行る手文庫の内張りとか、また草草草子の筒などに用いたら案外いいかもしれないと思ったので、その場の出来心から私は、 古雑誌の感情をするついでに、胴抜きの長襦袢一枚を買い取り、坊主頭の亭主が、宝坦雑誌の合本とともに、紙包みにしてくれるのを抱えて外へ出た。二本包みを往復する乗り合い自動車に乗るつもりで、私はしばらく、大門前の停留場に立っていたが、流しの円卓に声をかけられるのがうるさいので、元来た裏通りへ曲がり、 電車と円卓の通らない薄暗い横丁をえらみえらみ歩いていくとたちまち木の間からこととい橋の明かりが見えるあたりへ出た川端の公園は物騒だと聞いていたので川の岸までは行かず伝統の明るい小道に沿って鎖の引き回してあるその上に腰をかけた実はこっちへの気がけに途中で食パンと缶詰等を買い風呂敷へ包んでいたので 私は古雑誌と古着とを一つに包み直してみたが、風呂敷が少し小さいばかりか、硬いものと柔らかいものとは、どうも一緒にはうまく包めない。結局缶詰だけは街灯の隠しに収め、残りのものを一つにした方が持ちよいかと考えて、芝生の上に風呂敷を平らに広げ、しきりに塩梅を見ていると、いきなり後ろの木陰から、おい何をしてるんだ、と言い様、ま。 サーベルの音とともにジュンサが現れ、演尾を伸ばして私の肩を押さえた。私は返事をせず、静かに風呂敷の結び目を直して立ち上がると、それさえ待ち遠しいと言わぬばかり、ジュンサは後ろから私の肘をつき、そっちへ行け。公園の小道をすぐさまこととい橋の際に出ると、ジュンサは広い道路の向かい側にある派出所へ連れて行き、 立番の巡査に私を引き渡したまま忙しそうにまたどこへか行ってしまったはす所の巡査は入り口に立ったまま「今自分どこから来たんだ」と尋問に取り掛かった「向こうの方から来た」「向こうの方とはどっちの方だ」「堀の方からだ」「堀とはどこだ」 松千山のふもとの山野堀という川だ。名は何という王へ正す。と答えたとき、巡査は手帳を出したので、正すは箱に王の字を書きます。ひとたび天下を正すと論語にある字です。巡査は黙れと言わぬばかり、私の顔を睨み、手を伸ばしていきなり私の街灯のボタンを外し、裏を返してみて、 印はついていないな。続いて上着の裏を見ようとする。印とはどういう印ですと私は風呂敷包みを下に置いて、上着と直旗の胸を一度に広げてみせた。住所は麻福区お炭須町一丁目六番地。職業は何にもしていません。無職業か。年はいくつだ 土の都のうです。いくつだよ。明治十二年土の都の卯の年。それっきり黙っていようかと思ったが、後が怖いので、五十八。いやに若いな。へへへへ。名前は何と言ったね。今言いましたよ。大江正す。家族はいくたりだ。三人、と答えた。 実は独身であるが、今日までの経験で、事実を言うといよいよ怪しまれる傾きがあるので、三人と答えたのである。三人というのは、奥さんと誰だ巡査の方がいいように解釈してくれる。カカアとババア、奥さんはいくつだちょっと困ったが、四五年前までしばらく関係のあった女のことを思い出して、 三十一。明治三十九年七月十四日生まれ、日の江馬。もし名前を聞かれたら、自作の小説中にある女の名を言おうと思ったが、巡査は何にも言わず、街灯や背広の隠しを上から押さえ、これは何だパイプにメガネ。うん、これは。缶詰。これは、紙入れだね。ちょっと出して見せたまえ。金が入ってますよ。いくら入ってる さ二三十円もありましょうかな巡査は紙入れを抜き出したが中は改めずに電話機の下に据えたテーブルの上に置き「その包みは何だこっちへ入ってほどいて見せたまえ」風呂敷包みを解くと髪に包んだパンと古雑誌まではよかったが胴抜きの生めかしい長襦袢の片袖がだらりと下がるや否や 巡査の態度とご調とはたちまち一変して、おい、妙なものを持ってるな。いや、ははは、と私は笑い出した。こら、女のを着るもんだな。巡査は長襦袢を指先につまみ上げて、明かりにかざしながら、私の顔を睨み返して、どこから持ってきた古着屋から持ってきた。どうして持ってきた金を出して買った。 それはどこだ。吉原の大門前いくらで買った3円70銭。巡査は長襦盤を机の上に投げ捨てたなり黙って私の顔を見ているので大方警察署へ連れて行って豚箱へ投げ込むのだろうと初めのようにからかう勇気がなくなりこっちも巡査の様子を見つめていると巡査はやはり黙ったまま私の紙入れを調べ出した。 紙入れには入れ忘れたまま折り目の破れた火災保険の仮証書と何かの時に入り用であった戸籍証本に印鑑証明書と実印とが入っていたのを巡査は一枚一枚静かに述べ広げそれから実印を取って転刻した文字を明かりにかざしてみたりしているだいぶ暇がかかるので私は入り口に立ったまま道路の方へ目を移した 道路は交番の前で斜めに二筋に分かれ、その一筋は南千住、一筋は白髭橋の方へ走り、それと交差して浅草公園裏の大通りがこととい橋を渡るので、交通は夜になってもなかなか頻繁であるが、どういうことか私の尋問されるのを怪しんで立ち止まる通行人は一人もない。向かい側の角のシャツ屋では、 女房らしい女と小僧とがこっちを見ていながら、さらに怪しむ様子もなく、そろそろ店をしまいかけた。おい、もういいからしまいたまえ。別に入り用なものでもありませんから。つぶやきながら私は髪入れをしまい、風呂敷包みを元のように結んだ。もう用はありませんかない。ご苦労様でしたな。 私は、薪タバコも金口のウェストミンスターにマッチの火をつけ、香りだけでも嗅いでおけと言わぬばかり、煙を交番の中へ吹き散らして、足の向くまま、こととい橋の方へ歩いて行った。後で考えると、戸籍証本と印鑑証明書とがなかったなら、大方、その世は豚箱へ入れられたに相違いない。一体古着は気味の悪いものだ。古着の長襦袢が、 た,たり損ねたのである、2. 失踪と題する小説の副案ができた書き上げることができたならこの小説は我ながらさほど切裂なものでもあるまいと幾分か自信を持っているのである小説中の重要な人物を種田淳平という年54歳 私立中学校の英語の教師である。種田は初婚の恋女房に先立たれてから三、四年にして、掲載三子を迎えた。三子は地名の政治家何菓子の家に雇われ、婦人好きの小間遣いとなったが、主人に欺かれて身重になった。主家ではその出自遠藤何菓子をして、後の始末をつけさせた。 その条件は、三つ子が無事に産をしたなら、二十か年子供の養育費として、毎月五十円を送る。その代わり、子供の戸籍については、主家では全然預かり知らない。また、三つ子が他へかする場合には、相当の持参金を送るというようなことであった。三つ子は、出事遠藤の家へ引き取られ、男の子を産んで、六十日経つか経たぬうち、やはり遠藤の中立ちで、 中学校の英語教師、種田淳平なるものの五歳となった。時に三つ子は十九、種田は30歳であった。種田は初めの恋女房を失ってから、白急な生活の前途に何の希望をも見ず、中年に近づくに従って元気のない影のような人間になっていたが、旧友の遠藤に解き進められ、三つ子親子の金にふと心が迷って再婚をした。 その時子供は生まれたばかりで戸籍の手続きもせずにあったので遠藤は三つ子親子の席を一緒に種田の家に移したそれゆえ後になって戸籍を見ると種田夫婦は久しく内縁の関係を続けていた後長男が生まれたため初めて結婚入籍の手続きをしたもののように思われる2年たって女の子が生まれ続いてまた男の子が生まれた 表向きは長男で、実は三つ子の連れ子になるため年が二十歳になったとき、他年秘密の父から三つ子の手元に送られていた教育費が途絶えた。約束の年限が終わったばかりではない。ジップは千年病死し、その夫人もまた続いて世を去ったゆえである。長女よし子と末っ子ためあきの成長するに従って、生活費は年々多くなり、 タネダは二三元野学校を掛け持ちして歩かねばならない。長男・タメトシは私立大学に在学中、スポーツマンとなって養耕する。妹・ヨ子は女学校を卒業するや否や、活動女優の花形となった。掲載・三子は、結婚当時は愛くるしい丸顔であったのが、いつか肥満したババとなり、日練習に凝り固まって、 神徒の団体の委員に挙げられている。種田の家は、ある時はさながら工事の寄り合い所、ある時は女優の遊び場、ある時はスポーツの練習場もよろしくというありさま。その騒がしさには、台所にもネズミが出ないくらいである。種田はもともと気の弱い、交際嫌いな男なので、年を取るにつれて、 家内の喧騒には耐えられなくなる。妻子の好むものはことごとく種田の好まぬものである。種田は家族のことについては努めて心をとどめないようにした。己の妻子を霊眼に見るのが気の弱い父親のせめてもの復讐であった。五十一歳の春、種田は教師の職を辞められた。 退職手当を受け取ったその日、種田は家に帰らず、後をくらましてしまった。これより先、種田はかつてその家に下女暴行に来た女、住みと、偶然電車の中で開校し、その女が浅草駒形町のカフェに働いていることを知り、一二度訪れてビールの酔いを買ったことがある。 退職手当の金を懐にしたその世である種田は初めて女給住子の部屋がりをしているアパートに行き事情を打ち明けて一晩泊めてもらったそれから先どういうふうに物語の結末をつけたらいいものか私はまだ提案を得ない家族が創作願いを出す 種田が刑事に捕らえられて切油せられる。中年後に覚えた道楽は昔から七つ下がりの雨に例えられているから種田の末路はわけなくどんなにでも悲惨にすることができるのだ。私はいろいろに種田の堕落していく道筋とその折々の感情とを考え続けている。刑事に捕まって降因されていく時の心持ち。 にに引き渡さされたた時ののの惑と面目なさその身にななそ身ったらどんなものだろう私は三夜の裏町で女の古着を買った帰り道、巡査に捕まり、道端の交番で厳しく身元を調べられた。この経験は種田の心理を描写するには最も都合のいい資料である。小説を作るとき、 私の最も今日を催すのは、作中人物の生活及び事件が回転する場所の選択と、その描写とである。私はしばしば、人物の性格よりも背景の描写に重きを置きすぎるような過ちに陥ったこともあった。私は、東京市中古来名称の地にして、 震災の後新しき町が建てられて全く休館を失ったその状況を描写したいために種田先生の潜伏する場所を本所か深川かもしくは浅草の外れさなくばそれに接した旧軍部の老口に持っていくことにしたこれまで折々の散策に砂町や亀戸や小松川寺島町辺りの景況には大役通じているつもりであったが いざ筆をつけようとするとにわかに観察の至らない気がしてくるかつて明治3 5 6年の頃私は深川須崎遊郭の将棋を主題にして小説を作ったことがあるがその時これを読んだ友人から「須崎遊郭の生活を描写するのに8・9月の暴風雨や津波のことを写さないのはずさんの甚だしいものだ」。 作者先生のお通いなすったキノエネローの時計台が吹き倒されたのも一度や二度のことではなかろうと言われた背景の描写を精細にするには季節と天候とにも注意しなければならない例えばラフカジオ・ハン先生の名著チタあるいはユーマのごとくに6月末のある夕方である梅雨はまだ明けてはいないが 朝からよく晴れた空は、日の長い頃のことで、夕飯を済ましても、まだ黄昏ようともしない。私は箸を置くとともに、すぐさま門を入れ、遠く、千住なり亀戸なり、足の向く方へ行ってみるつもりで、ひとまず電車で雷門まで行くと、ちょうど折りよく着合わせたのは、寺島玉乃井としてある乗り合い自動車である。あず橋を渡り、 広い道を左に折れて玄森橋を渡りまっすぐに秋葉神社の前を過ぎてまたしばらく行くと車は線路の踏切で止まった踏切の両側には柵を前にして円卓や自転車が幾両となく貨物列車のゆるゆる通り過ぎるのを待っていたが歩く人は案外少なく貧家の子供が一組となく群れをなして遊んでいる降りてみると 白髭橋から亀戸の方へ走る広い道が十文字に交錯している。ところどころ草の生えた空き地があるのと、柳が低いのとで、どの道も見分けのつかぬほど同じように見え、行く先はどこへ続くのやら、なんとなく物寂しい気がする。私は、種田先生が家族を捨てて世を忍ぶところを、この辺の裏町にしておいたら、 玉の井の盛り場もほど近いので、結末の思考をつけるにも都合が良かろうと考え、一丁ほど歩いて狭い横道へ曲がってみた。自転車も小脇に荷物をつけたものはすれ違うことができないくらいな狭い道で、五っぽいくごとに曲がっているが、両側とも割合に小綺麗なくぐりもんのある借家が並んでいて、勤め先からの帰りとも見える洋服の男や女が一人二人ずつ前後して歩いていく。 遊んでいる犬を見ても首輪に観察がつけてあってさほど汚らしくもない。立ち待ちにして東武鉄道玉の井停車場の横手に出た。線路の左右に樹木の仏然と生い茂った広大な別荘らしいものがある。あず橋からここに来るまでこのように老子の森をなしたところは一箇所もない。いずれも久しく手入れをしないと見えて はいの登る鶴草の重さに竹藪の竹の低くしなっている様や、信際の生垣に夕顔の咲いたのが、いかにも風雅に思われて、私の歩みを引き留めた。昔、白髭様のあたりが寺島村だという話を聞くと、我々はすぐに五代目菊五郎の別荘を思い出したものであるが、今日たまたまこのところに、このような庭園が残ったのを目にすると、 そぞろに過ぎ去った時代の文化を思い起こさずにはいられない。線路に沿って、売り貸し地の札を立てた広い草原が、鉄橋のかかった土手際に達している。去年頃まで京成電車の往復していた線路の跡で、崩れかかった石段の上には、取り払われた玉の井停車場の跡が雑草に覆われて、こなたから見ると、城跡のような趣をなしている。 私は夏草を分けて土手に登ってみた。目の下には遮るものもなく、今歩いてきた道と空き地と深海の町とが低く見渡されるが、土手の向かい側は、トタンぶきの牢屋が秩序もなく果てしもなくごたごたに立て込んだ間から、湯屋の煙突が切立して、その頂に七八日頃の夕月がかかっている。 空の一方には夕映えの色が薄く残っていながら、月の色には早くも夜らしい輝きができ、トタンブキの屋根の間間からは、レオンサインの光とともに、ラジオの響きが聞こえ始める。私は足元の暗くなるまで石の上に腰をかけていたが、土手下の窓窓にも明かりがついて、むさ苦しい二階の中がすっかり見下ろされるようになったので、 草のの間に残っったたた人の足跡ををどて土手を降りたすると意外にもそこはもう玉の井の盛り場を斜めに貫く繁華な横丁の中ほどでごたごた立て連なった商店の間の路地口には「抜けられます」とか「安全通路」とか「京成バス近道」とかあるいは「乙女街」あるいは「にぎわい本通り」などを書いた明かりがついている。 だいぶその辺を歩いた後、私は郵便箱の立っている路地口のタバコ屋でタバコを買い、五円札の釣りを待っていた時である。突然、降ってくるよと叫びながら、白い上っ張りを着た男が、向かい側のおでん屋らしいのれんの陰に駆け込むのを見た。続いて、かっぽ着の女や、通りがかりの人がバタバタ駆け出す。 辺りがにわかに物気立つかと見る間もなく、吹き落ちる湿風に、ヨシや何かの倒れる音がして、紙くずとゴミとが物抜けのように道の上を走っていく。やがて稲妻が鋭くひらめき、緩やかな雷の響きにつれて、ぽつりぽつりと大きな雨の粒が落ちてきた。あれほどよく晴れていた夕方の天気はいつの間にか変わってしまったのである。 私は多年の習慣で傘を持たずに門を出ることはめったにない。いくら晴れていても入梅中のことなので、その日も無論傘と風呂敷とだけは手にしていたから、さして驚きもせず、静かに広げる傘の下から空と町の様とを見ながら歩きかけると、いきなり後ろから、旦那、そこまで入れてってよ、と言いさま、傘の下に真っ白な首を突っ込んだ女がある。 油の匂いで、ゆったばかりと知られる大きなつぶしには、長めに切った銀紙をかけている。私は、今方通りがかりに、ガラス戸を開け離した女神ゆいの店があったことを思い出した。吹き荒れる風と雨とに、ゆいたての曲げにかけた銀紙の乱れるのが、痛々しく見えたので、私は傘を差し出して、俺は洋服だからかまわない。 実は見せ続きの明るい灯火に、さすがの私も、相合い傘には少しく恐縮したのである。じゃあよくって、すぐそこ。と女は傘の上につかまり、片手に浴衣の裾を思うさままくり上げた。三。稲妻がまたぴかりとひらめき、雷がゴロゴロとなると、 女はわざとらしく、あらっと叫び、一足遅れて歩こうとする私の手を取り、早くさあなた、ともう慣れ慣れしい調子である。いいから先へおいで、ついてっいから。路地へ入ると、女は曲がるたびごとに迷わぬように私の方に振り返りながら、やがて土舞にかかった小橋を渡り、軒並み一帯に吉津のひおいをかけた家の前に立ち止まった。 あらあなた大変に濡れちまったわ」と傘をつぼめ自分のものよりも先に手のひらで私の上着のしずくを払うここがお前の家か拭いてあげるから寄ってらっしゃい洋服だからいいよ拭いてあげるって言うのにさ私だってお礼がしたいわよどんなお礼だだからまあお入りなさい 雷の音は少し遠くなったが、雨はかえって、つぶてを打つように一層激しく降り注いできた。軒先にかけた日酔いの下にいても、跳ね上がるしぶきの激しさに、私はとやかく言ういとまもなく、うちへ入った。荒い大阪合詞を立てた中仕切りへ、鈴のついたリボンのすだれが下げてある。その下の上がりかまちに腰をかけて靴を脱ぐうちに、 女は雑巾で足を拭き、はしょった裾も下ろさず、下雑誌の伝統をひねり、誰もいないからお上がんなさい。お前一人かええ、ゆうべまでもう一人いたのよ。住み替えに行ったのよ。お前さんがご主人かいいいえ、ご主人は別のうちよ。玉乃井館っていう寄せがあるでしょ。その裏に住まいがあるのよ。 毎晩十二時になると、帳面を見に来るわ。じゃあ、のんきだね。私はすすめられるがまま長火鉢のそばに座り、立て膝して茶を入れる女の様子を見合った。年は二十四五にはなっているであろう。なかなかいい器量である。鼻筋の通った丸顔はおしろい焼けがしているが、 ゆいたての島田の生え際もまだ抜け上がってはいない。黒目がちの目の中も曇っていず、唇や歯茎の血色を見ても、その健康はまださして破壊されてもいないように思われた。この辺は井戸か水道か、と私は茶を飲む前に何気なく尋ねた。井戸の水だと答えたら、茶は飲むふりをしておく用意である。 私は、下流病よりも、むしろチブスのような伝染病を恐れている。肉体的よりも早くから精神的廃人になった私の身には、下流病のごとき病性の緩慢なものは、老後の今日、さして気にはならない。顔でも洗うの水道ならそこにあるわ。と女の調子は極めて気軽である。うむ後でいい。 上着だけお脱ぎなさい。本当にずいぶん濡れたわね。ひどく降ってるな。私、雷様より光るのが嫌なの。これじゃお湯にも行けやしない。あなた、まだいいでしょ。私、顔だけ洗っておしまいしてしまうから。女は口を歪めて、懐髪で生え際の油を拭きながら、中仕切りの外の壁に取り付けた洗面器の前に立った。 リボンのすだれ越しにもろ肌を脱ぎ折りかがんで顔を洗う姿が見える肌は顔よりもずっと色が白くちぶさの形でまだ子供を持ったことはないらしいなんだか旦那になったようだなこうしているとタンスはあるし茶棚はあるし開けてごらんなさいお芋か何かあるはずよ よく片付いてるな関心だ火鉢の中なんぞ毎朝掃除だけはちゃんとしますもの私こんなところにいるけれど書体持ちは上手なのよ長くいるのかいまだ一年とちょっとこの土地が初めてじゃないんだろ芸者でもしていたのかい 組み替える水の音に私の言うことが聞こえなかったのか、または聞こえないふりをしたのか、女は何とも答えず、肌脱ぎのまま兄弟の前に座り、毛すきで瓶を上げ、肩の方からおしろいをつけ始める。どこに出ていたんだこればかりは隠せるものじゃない。そう。でも東京じゃないわ。東京の居わりか。いいえ。 ずっと遠く。じゃあ、満州。宇都宮にいたの。着物もみんなその自分のよ。これでたくさんだわね。と言いながら立ち上がって、絵だけにかけた裾模様の一絵に着替え、赤い弁慶島の伊達締めを大きく前で結ぶ様子は、少し大きすぎる潰しの銀紙と釣り合って、私の目には、どうやら明治年間の将棋のように見えた。 女はえもんを直しながら私のそばに座り、ちゃぶ台の上からバットを取り、縁起だからご祝儀だけつけてくださいね。と火をつけた一本を差し出す。私はこの土地の遊び方をまんざら知らないのでもなかったので、50銭だね、おぶ台は。ええ、それはお決まりのお決まり通りだわ。と笑いながら出した手のひらを引っ込まさず、 そのまま差しし伸ばしている「じゃあ一時間と決めよう」「すみませんね本当に」「その代わり」と差し出した手を取って引き寄せ耳元にささやくと「知らないわよ」と女は目を見張ってにらみ返し「バカ」と言いさま私の肩を打った。 亀永春水の小説を読んだ人は、作者が女児のところどころに自家弁護の文を差し挟んでいることを知っているであろう。初恋の娘が恥ずかしさを忘れて思う男に寄り添うような情景を書いたときには、その後で、読者はこの娘がこの場合の様子や言葉遣いのみを見て、いたずら者だと断定してはならない。真相の女も意中を打ち明ける場合には、 芸者も及ばぬ生めかしい様子になるることがあるまたすでに悟なれた遊女が偶然幼なじみの男に巡り合うところを映した時には玄人でもこういう時には娘のようにもじもじするものでこれはこの道の経験に富んだ人たちの皆承知しているところで作者の観察の至らないわけではないのだからそのつもりでお読みなさいというようなことが書き添えられている。 私は春水に習ってここに上語を加える読者は初めて露傍であったこの女が私を偶する態度の慣れ慣れしすぎるのを怪しむかもしれないしかしこれは実地の遭遇を殉職せずにそのまま記述したのにすぎない何の作為もないのである周雨雷鳴から事件の起こったのを見て これまた作者の上等の筆法だと笑う人もあるだろうが、私はこれをおもんぱかるがためにわざわざことを蓋に設けることを欲しない。夕立が手引きをしたこの世の出来事が全く伝統的におあつらい通りであったのを私はかえって面白く思い、実はそれが書いてみたいためにこの一遍に筆を取り始めたわけである。一体、 この盛り場の女は七八百人と数えられているそうであるが、その中に島田や丸曲げに言っている者は十人に一人くらい。大体は女給まがいの日本風とダンサー好みの様相とである。雨宿りをした家の女が、ごく少数の旧風に属していたことも、どうやら陳腐の筆法に適当しているような心持ちがして、 私は事実の描写を傷つけるに忍びなかった雨は止まないはじめ打ち上がった時には少し声を高くしなければ話が聞き取れないほどの降り方であったが今では戸口へ吹きつける風の音も雷の響きもやんで途端ン吹きの屋根を打つ雨の音と雨だれの落ちる声ばかりになっている。 路地には久しく人の声も足音も途絶えていたが、突然、あらあら大変だ、キーちゃん土壌が泳いでるよ、という黄色い声につれて下駄の音がしだした。女はつと立ってリボンの間から土間の方を覗き、うちは大丈夫だ、土分があふれるとこっちまで水が流れてくるんですよ。少しは小ぶりになったようだな。 よの口ににるとお天気になってもダメなのよだからゆっくりしていらっしゃい私今のうちにご飯食べてしまうから女は茶棚の中からたくあん漬けを山盛りにした小皿と茶漬け茶碗とそれからアルミの小鍋を出してちょっと蓋を開けて匂いを嗅ぎ長火鉢の上に乗せるのを何かと見ればさつまいもの似たのである忘れていたいいものがある。 と私は、京橋で乗り換えの電車を待っていたとき、浅草海苔を買ったことを思い出して袖を出した。奥さんのお土産俺は一人なんだよ。食べるものは自分で買わなけりゃ。アパートで彼女とご一緒 <laughs> それなら今自分うろついちゃいられない。雨でも雷でも構わず帰るさ。そうね。 と女はいかにももっともだというような顔をして暖かくなりかけたお鍋の蓋を取り一緒にどうもう食べてきたじゃああなたは向こうを向いてらっしゃいご飯は自分で炊くのかい住まいの方からお昼と夜の十二時に持ってきてくれるのよお茶を入れ直そうかねお湯がぬるいあら はばかりさ、ま、ねえあなた話をしながらご飯を食べるのは楽しみなものね一人っきりのすっぽり飯は嫌だなまったくよじゃあほんとにお一人かわいそうね察しておくれだろういいの探してあげるわ女は茶漬けを2杯ばかり何やらはしゃいだ調子で チャラチャラと茶碗の中で箸をゆすぎさも忙しそうに皿小鉢を手早く茶棚にしまいながらも音貝を動かしてこみ上げるたくあん漬けのお首を押さえつけている外には人の足音とともにちょいとちょいとと呼ぶ声が聞こえだしたやんだようだまた近いうちに出てこようきっといらっしゃいね昼間でもいます 女は私が上着を着かけるのを見て後ろへ回り襟を折り返しながら肩越しに本をすりつけてきっとよなんていううちだここは今名刺あげるわ靴を履いている間に女は小窓の下に置いた物のの中から三味線のバチの形に切った名刺を出してくれた見ると寺島町七丁目 六十一番地、二部、安藤正方、由紀子。さよなら。まっすぐにお帰りなさい。四。小説失踪の一節。吾妻橋の真ん中ごろとおぼしい欄間に身を寄せ。種田純平は。 松屋の時計を眺めては着かかる人影に気をつけている女給のすみ子が店を閉まってからわざわざ回り道をしてくるのを待ち合わしているのである橋の上には円卓のほか電車もバスももう通っていなかったが二三日前からにわかの暑さにシャツ一枚で涼んでいるものもあり 包みを抱えて帰りを急ぐ女給らしい女の行き来もまだ途絶えずにいる。金田は今夜住子の泊まっているアパートに行き、それからゆっくり行く末の目当てを定めるつもりなので、行った先で女がどうなるものやら、そんなことはさらに考えもせず、また考える余裕もない。ただ今日まで二十年の間、 家族のために一生を犠牲にしてしまったことが、いかにも苦に々がにがしく腹が立ってならないのであった。お待ちどうさま。思ったより早く、す美子は小走りにかけてきた。いつでも駒形橋を渡っていくんですよ。だけれど、金子さんと一緒だから、あの子、口がうるさいからね。 もう電車はなくなったようだぜ。歩いたって停留所三つぐらいだわ。その辺から円卓に乗りましょう。空いた部屋があればいいが。なかったら今夜一晩くらい、私のとこへお泊まんなさい。いいのか大丈夫か何がさ、いつか新聞に出ていたじゃないか。アパートで捕まった話が。場所によるんだわ、きっと。 私のとこなんか自由なもんよ。お隣も向かい側もみんな女給さんかおめかけさんよ。お隣なんかいろんな人が来るらしいわ。橋を渡り終わらぬうちに流しの円卓が秋葉神社の前まで30銭で行くことを承知した。すっかり変わってしまったな。電車はどこまで行くんだ向こう島の終点、秋葉様の前よ。 バスならまっすぐに玉乃井まで行くわ。玉乃井、こんな方角だったかね。ご存知たった一度見物に行った。五六年前だ。賑やかよ。毎晩夜店が出るし、腹っ端に見世物もかかるわ。そうか。種田は通り過ぎる道の両側を眺めているうち、自動車は早くも、 秋葉神社の前に来た。純子は戸の引き手を動かしながら「ここでいいわ。はい」と鎮線を渡し「そこから曲がりましょう。あっちは交番があるから」神社の石垣について曲がると片側は下流界の明かりが続いている横丁の突き当たりにわかに暗い空き地の一隅に アズマアパートという明かりがセメント作りの四角な家の前面を照らしている。住子は引き戸を開けて中に入り、部屋の番号を記した下駄箱に草履をしまうので、種田も同じように草履を取り上げると、二階を持っていきます。目につくから。と住子は自分のスリッパを男に履かせ、その下駄を手に下げて正面の階段を先に立って上がる。 外側の窓や壁は西洋風に見えるが、中は柱の細い二本作りで、ギシギシ音のする階段を上りきった廊下の角に水地場があって、シュミーズ一枚の女が断髪を振り乱したまま夜間に湯を沸かしていた。こんばん、と住子は軽く挨拶をして、右側の外れから二番目の扉を鍵で開けた。 畳の汚れた六畳ほどの部屋で一方は押し入れ一方の窓際にはタンス他の壁には浴衣やボイルの寝巻きがぶら下げてある寿子は窓を開けて「ここが涼しいわ」と腰巻きや足袋の下がっている窓の下に座布団を敷いた「一人でこうしていれば全く気楽だな結婚なんか全く馬鹿らしくなるわけだな」 うちではしょっちゅう帰ってこいって言うのよ。だけれどもうだめね。僕ももう少し早く覚醒すればよかったのだ。今じゃもう遅い。と種田は腰巻きの干しである窓越しに空の方を眺めたが思い出したように空き間があるか聞いてくれないか。寿子は茶を入れるつもりと見えて湯沸かしを持ち廊下へ出て何やら女同士で話をしていたが。 すぐ戻ってきて向こうの突き当たりが空いてるそうですだけれど今夜は事務所のおばさんがいないんですとさじゃあ借りるわけにはいかないな今夜は一晩や二晩ここでもいいじゃないのあんたさえ構わなければ俺はいいがあんたはどうすると種田は目を丸くした私ここに寝るわお隣の公ちゃんのとこへ行ってもいいのよ彼氏が来ていなければ あんたのとこは誰も来ないのかええ、今のところ。だから構わないのよ。だけれど、先生を誘惑しても悪いでしょ種田は笑いたいような情けないような、一種妙な顔をしたまま何とも言わない。立派な奥さんもお嬢さんもいらっしゃるんだしいや、あんなもの、遅まきでもこれから新生涯に入るんだ。別居なさるの 別居。むしろ離別さ。だって、そうはいかないでしょう、なかなか。だから考えてるんだ。乱暴でも何でも構わない。一時、姿をくらますんだな。そうすれば、決裂の糸口がつくだろうと思うんだ。すみこさん、空き部屋の話がつかなければ、迷惑をかけてもすまないから、僕は今夜だけどこかで泊まろう。玉のいでも見物しよう。先生、 私もお話ししたいことがあるのよ。どうしようかと思って困ってることがあるのよ。今夜は寝ないで話をしてくださらないこの頃は時期夜が明けるからね。この間横浜までドライブしたら帰り道には明るくなったわ。あんたの身の上話は初めから聞いたら女中で僕の家へ来るまででも大変なものだろう。それから女給になってからまだ先があるんだからな。 一晩た、ね、くはははハひとしきり浸透していた2階のどこやらから男女のお話し声が聞こえだした炊事場ではまたしても水の音がしている住子は真実夜通し話をするつもりと見えて帯だけ解いて丁寧に畳み足袋のその上にのせて押し入れにしまい それかちゃぶ台の上を拭き直して茶を入れながら私のこうなったわけ先生は何だと思ってさあやっぱり都会の憧れだと思うんだがそうじゃないのかそれも無論そうだけれどそれよりか私父の商売がとても嫌だったのなんだね親分とか教格とか言うんでしょう 「とにかく暴力団、と純子は声を低くした」5「梅雨が明けて初中になると近隣の家の図書爺が一斉に開け放されるせいでもあるか他のおじ節には聞こえなかった物音がにわかに耳だって聞こえてくる。 物音の中で最も私を苦しめる者は板塀一枚を隔てた林家のラジオである夕方少し涼しくなるのを待ち当家日の机に向かおうとするとちょうどその頃から日々の言ったような鋭い物音が湧き起こって九時過ぎてからでなくてはやまないこの物音のうちでもことに甚だしく私を苦しめるものは九州弁の盛団何に節 それから学生の演劇に類似した朗読に洋楽を取り混ぜたものである。ラジオばかりでは物足らないと見えて昼夜時間を構わず宿音機で流行り歌を鳴らし立てる家もある。ラジオの物音を避けるために私は毎年夏になると夕飯もそこそこにある時は夕飯も外で食うように6時を合図にして家を出ることにしている。 ラジオは家を出れば聞こえないというわけではない。普通の人家や商店からは一段激しい響きが放たれているのであるが、電車や自動車の響きと混合して市街一般の騒音となって聞こえるので、書斎に小座している時に比べると、歩いている時の方がかえって気にならず、よほど楽である。失踪の走行は梅雨が明けるとともにラジオに妨げられ、 中絶してからもう10日余りになった。どうやらそのまま環境も消え失せてしまいそうである今年の夏も昨年また一昨年と同じように毎日まだ日の没しないうちから家を出るが実は行くべきところ歩むべきところがない幸次郎宗陽王が生きていた頃には を欠かさぬ銀座の四隅も一夜ごとに興味の加わるほどであったのがその人もすでに世を去り街頭の夜食にも私はもう飽き果てたような心持ちになっているこれに加えてその後銀座通りにはうっかり行かれないようなことが起こったそれは震災前新橋の芸者屋に出入りしていたというャフが 今は一見して人殺しでもしたことのありそうな人相と風邸の悪いならず者になって、折伏終わり町あたりを徘徊し、昔見覚えのあるお客の通るのを見ると、無心難題を言いかけることである。はじめ黒沢商店の角で五十千銀貨を恵んだのが、かえって悪い例となり、恵まれぬ時は悪性を放つので、人だかりのするのが嫌さに、 ままた50戦やるよううになってしまう「この男に逆手の無心をされるのは私ばかりではあるまいと思ってある晩欺いて四つ辻の発署へ連れて行くと立番の巡査とはとうになじみになっていて巡査は面倒臭さに取り合ってくれる様子をも見せなかった出雲町いや7丁目の交番でもある日巡査と笑いながら話をしているのを見た」。 巡査の目には私などよりこの男の方がかえって素性が知れているのかもしれない私は散策の方面を隅田川の東に変え土部際の家に住んでいるおゆきという女を訪ねて休むことにした四五日続けて同じ道を往復すると麻布からの遠道も 初めに比べるとだんだん苦にならないようになる。京橋と雷門との乗り換えも習慣になると意識よりも体の方が先に動いてくれるのでさほど煩わしいとも思わないようになる。乗客の雑踏する時間や線路が日によって違うことも明らかになるのでこれを避けさえすれば遠道だけにゆっくり本を読みながら行くこともできるようになる。 電車の中での読書は、大正9年の頃、老眼鏡をかけるようになってから、全く廃せられていたが、雷門までの遠道を往復するようになって、再びこれを行うことにした。しかし、新聞も雑誌も新刊書も手にする習慣がないので、私は初めての出かけには、手に触れるがまま、与田学会の牧水24系を携えていた。 朝廷延々。見巡りの死を経て、やや湾上をなし、長明寺に至る。一節、王寿最も大きところたり。寛永中、徳川大友公、鷹をここに放つ。たまたま腹痛み、寺の胃を飲んで言う。いわくこれ、長明の水なりと。 よって「その意に命じ並びに字号に及ぼす」「後に場所を孤児雪を称する核あり人口に解釈」「ああ功は絶大の豪傑その名世に振るうも無べなるかな」「故事は一方位に過ぎずして同じく後に伝う」「けだし人の樹立するところの 遺憾にあるのみ千住のお分は目前の刑に対して幾分の経を添えるだろうと思ったからである私は三日目ぐらいには散歩の道すがら食料品を買わねばならない私はそのついでに女に贈る土産物をも買ったこのことが 応報することわずかに45回にして二重の効果を収めたいつも缶詰ばかり買うのみならずシャツや上着もボタンの取れたのを着ているのを見て女はいよいよ私をアパート住まいの一人者と推定したのである独身ならば舞夜のように遊びに行っても一向不審はないということになる ラジオのために家にいられないと思うはずもなかろうしまた芝居や活動を見ないので時間を空飛するところがない行くところがないので来る人だとも思うはずがないこのことは言い訳をせずとも自然にうまくいったが金の出どころについて疑いをかけられはせぬかと場所柄だけに私はそれとなく質問したすると女は 毎晩払うものさえ払ってくれれば他のことは点で考えてもいないという様子で、こんなとこでも使う人は随分使うわよ。丸一月居続けしたお客があったわ。へえ、と私は驚き、警察へ届けなくてもいいのか。吉原なんかだと時期届けるという話じゃないか。この土地でもうちによっちゃするかもしれないわ。居続けしたお客は何だった泥棒か。 呉服屋さんだったわ。とうとう店の旦那が来て連れて行ったわ。感情の持ち逃げだね。そうでしょう。俺は大丈夫だよ、その方は。と言ったが、女はどちらでも構わないという顔をして、聞き返しもしなかった。しかし、私の職業については、女の方ではとうから勝手に取り決めているらしいことが分かってきた。 2階の襖に半紙四つ切れほどの大きさに復刻した浮世絵の美人画が張り混ぜにしてあるその中には歌麿のあわびとり豊信の,の入浴美女などかつて私が雑誌「木の花」の挿絵で見覚えているものもあった北斎の3冊本「福徳和合人のうちから男の姿を取り去り女のほうばかりを残したものもあったので 私は詳ししくこの書の書説明をしたそれからまたおゆきがお客と共に2階上がっている間私は下の人まで手帳へ何か書いていたのをちらと見ててっきり秘密の出版をなりわいとする男だと思ったらしく今度来る時そういう本を一冊持ってきてくれと言い出したうちには2,30年前に集めたものの残りがあったので壊れるまま3,4冊一度に持って行った ここに至って、私の職業は言わず語らず、それと決められたのみならず、悪戦の出所も自ずから明瞭になったらしい。すると、女の態度は一層打ち解けて、全く客扱いをしないようになった。日陰に住む女たちが、世を忍ぶ後ろ暗い男に対するとき、恐れもせず嫌いもせず、必ず、 親密と愛連との心を起こすことは、方の実例に照らして深く説明するにも及ぶまい。鴨川の芸儀は、幕儀に酔われる獅子を救い、官役の祝夫は、石章破りの幕徒に旅費を恵むことを辞さなかった。トスカは当山の品種に職を与え、道とせは無来館に恋愛の心情を捧げて食いなかった。 ここにおいて私の憂慮するところは、この町の付近、もしくは東部電車の中などで、文学者と新聞記者とに出会わぬようにすることだけである。この他の人たちには、どこで会おうと後をつけられようと一向に差し支えはない。近現な人たちからは年少の頃から見限られた身である。親類の子供も、 私の家には寄りつかないようになっているから今では結局はばかるものはないただ一人恐るべきは倉庫の死である14年前銀座の表通りにしきりにカフェができ始めた頃ここに酔いを買ったことから新聞という新聞はこぞって私を筆中した昭和4年の4月「文芸春秋」という雑誌は「 世に生存させておいてはならない人間として私を攻撃した。その文中には書状誘拐というがごとき文字をも使用したところを見ると私を陥れて反法の罪人たらしめようとしたものかもしれない。彼らは私が夜ひそかに牧水を渡って東に遊ぶことを探知したならさらに何を起とするか計りがたい。これ真に恐るべきである。 毎夜電車の乗り降りのみならず、この里へ入り込んでからも、夜店のにぎわう表通りは言うまでもない。路地の小道も、人の多い時には前後左右に気を配って歩かなければならない。この心持ちは、失踪の主人公、種田淳平が世を忍ぶ境遇を描写するには必須の実験であろう。 私の忍んで通う土ブ際の家が寺島町七丁目六十何番地にあることはすでに記したこの番地のあたりはこの盛り場では西北の隅に寄ったところで目抜きの場所ではない仮にこれを北里に例えてみたら京町一丁目も西貸に近い外れとでも言うべきものであろう 聞いたばかりの話だ、かからちょっとつうめかしてこのの盛り場の遠隔を述べようか大正78年の頃浅草観音堂裏手の境内が狭められ広い道路が開かれるに際して昔からこの辺りに執筆していた要求場名刺屋の類がことごとく取り払いを命ぜられ今でも京成バスの往復している大正道路の両側に所定めず店を移した。 続いて、伝法院の横手や、江川玉乗りの裏あたりからも追われてくるものが引きも切らず、対象道路はほとんど軒並み名手屋になってしまい、通行人は白昼でも袖を引かれ、帽子を奪われるようになったので、警察署の取り締まりが厳しくなり、車の通る表通りから路地の内へと引っ込ませられた。浅草の旧地では、両運閣の裏手から公園の北側、専属町の路地にあったものが、 手を尽くして居残りの柵を講じていたが、それも大正十二年の震災のために中絶し、一時ことごとくこの方面へ逃げてきた。市外再建の後、西建盤と称する芸者や組合を作り、転業したものもあったが、この土地の繁栄はますます盛んになり、ついに今日のごとき、半ば永久的な状況を呈するに至った。 はじめ、市中との交通は、白髭橋の方面一筋だけであったので、去年、京成電車が運転を廃止する頃までは、その停留場に近いところが一番賑やかであった。しかるに、昭和5年の春、都市復興祭の執行せられた頃、あず橋から寺島町に至る一直線の道路が開かれ、市内電車は秋葉神社前まで、 市営バスの往復はさらに延長して、寺島町7丁目の外れに車庫を設けるようになった。それとともに、東武鉄道会社が盛り場の西南に玉ノ井駅を設け、夜も12時まで雷門から6000で人を乗せてくるに及び、町の形勢は裏と表と全く一変するようになった。今まで一番わかりにくかった路地が一番入りやすくなった代わり、 以前目抜きと言われたところが、今では外れになったのであるが、それでも銀行、郵便局、湯や、寄せ、活動写真館、玉乃井稲荷のごときはいずれも以前のまま対象道路に残っていて、離属広工事、または改正道路と呼ばれる新しい道には、円卓の服装と夜店の賑わい等を見るばかりで、巡査の派出所も共同便所もない。 このような偏僻な深海町にあってすら時勢に伴う清水の変は免れないのであった言わんや人の一生においておや私がふと心安くなった土舞際の家おゆきという女の住む家がこの土地では大正開拓期の政治を思い起こさせる一遇にあったのも 私のごとき自運に取り残された身には何やら深い因縁があったように思われる。その家は対象道路からとある路地に入り、汚れた上りの立っている伏見稲荷の前を過ぎ、土ぶに沿うてなお奥深く入り込んだところにあるので、表通りのラジオや蓄音機の響きも冷やかしの足音に消されてよくは聞こえない。夏の夜、 私がラジオの響きを避けるには、これほど適した安息所は他にはあるまい。一体、この盛り場では、組合の規則で、女が窓に座る午後4時から、蓄音機やラジオを禁じ、また三味線をも引かせないということで、雨のしとしとと降る晩など、吹けるにつれて、ちょいとちょいとの声も途絶えがちになると、 家の内外に群がりなく蚊の声が耳立って、いかにもバスへの裏町らしいわびしさが感じられてくる。それも昭和現代の牢口ではなくして、鶴屋南北の狂言などから感じられる過去の世の羨寂しい常味である。いつも島高丸曲げにしか言っていないお雪の姿と、ドブの汚さと、蚊の泣く声とは、 私の感覚を一律しく刺激し、三四十年昔に消え去った過去の幻影を再現させてくれるのである。私は、この儚くも怪しげなる幻影の紹介者に対して、でき得ることなら、あからさまに感謝の言葉を述べたい。おゆきさんは南北の狂言を演じる俳優よりも、乱長を語る鶴賀何菓子よりも、過去を呼び返す力においては、 一層巧妙なる無言の芸術家であった「私はお雪さんがお鉢を抱きかかえるようにして飯をよそいさらさら音を立てて茶漬けをかっこむ姿をあまり明るくない伝統の光と絶えざる土墓の声の中にじっと眺めやるとき青春の頃慣れ親しんだ女たちの姿やその住まいの様をありありと目の前に思い浮かべる。 私のものばかりでない友達の女のことまでが思い出されてくるのであるその頃には男を彼氏と言いい女を彼女と呼び二人の詫び住まいを愛の巣などという言葉はまだ作り出されていなかったなじみの女は君でもあんたでもなくただお前と言えばよかった 亭主は女房を追っか、女房は亭主をちゃんと呼ぶものもあった。ドブの蚊のうなる声は今日にあっても隅田川を東に渡っていけばどうやら三十年前の昔と変わりなくバスへの街のわびしさを歌っているのに、東京の言葉はこの十年の間に変われば実に変わったものである。 そのあたり、かたづけてつるかちょうかな。さらぬだに、あつくるしきをもめんがや。いえじゅうは、あきのにしびやどぶのふち。わびずみや、うちわもおれて、あきあつし。かやのわな、むすびむすびて、くがつかな。くずかごの、なかからもでてなくかかな。 残る顔、数える壁や雨のしみ。この蚊帳も、酒とやならん、暮れの秋。これは、お雪が住む家の茶の間に、あるよう蚊帳が釣ってあったのを見て、ふと思い出した旧作の句である。半ばは、亡友、あー君が、深川長慶寺裏の長屋に、 親の許さぬ恋人と隠れ住んでいたのをその折より訪ねて行った時読んだもので明治四十三四年の頃であったろうそのようおゆきさんは急に歯が痛くなって今しがた窓際から引っ込んで寝たばかりのところだと言いながら蚊帳から這い出したが座る場所がないので私と並んで上がりがまちへ腰をかけたいつもより遅いじゃないのさ あんんまり待たせるもんじゃないよ。女の言葉遣いはその態度とともに私の商売が世間をはばかるものと推定せられてから口実の境を越えてむしろ放乱に走る嫌いがあった「それはすまなかった虫歯か急に痛くなったの目が回りそうだったわ腫れてるだろ」と横顔を見せ「あなた留守番していてくださいな」 私今のうち歯医者行ってくるからこの近所か検査場のすぐ手前を、それじゃあ公設市場の方だろう。あなたほうぼう歩くと見えてよく知ってるんだね浮気者いたそう邪剣にするもんじゃない出世前の体だよじゃあ頼むわよあんまり待たせるようだったら帰ってくるわお前まちまち蚊帳の外というわけか しようがない私は女の言葉遣いが存在になるに従ってそれに適応した調子を取るようにしているこれは身分を隠そうがための手段ではないところと人とを問わず私は現代の人と応接するときにはあたかも外国に行って外国語を操るように相手と同じ言葉を使うことにしているからである オラが国と向こうの人が言ったらこっちもオラを私の代わりに使う話は少し四時にわたるが現代人と交際する時口語を学ぶことは容易であるが文書の往復となるとすこぶる困難を感じることに女の手紙に編書を際する時私をあたしとなしけれどもをけどとなしまた何事につけても 必然性だの重大性だのと性の字をつけてみるのも冗談半分口先で真似をしている時とは違ってこれを筆にする段になると実に耐え難い嫌悪の情を感じなければならない。恋式は何事につけても帰らぬ昔であたかもその日私は虫干しをしていた者の,の中に柳橋の女にして 向島小梅の里に囲われていた女の古い手紙を見た。手紙には必ず騒楼文を用いなければならなかった時代なので、その頃の女は、硯を引き寄せ筆を取れば、文字を知らなくとも、おのずから騒をべく騒楼の調子を思い出したものらしい。私は人の師匠を顧みず、これをここに録したい。 一筆申し上げ参らせ候その後はご無沙汰いたし候って何とも申し訳これなくごめん下されたく候私ことこれまでの住まい誠に手狭につきこの十右のところへ式移り候まま恩知らせ申し上げ候誠に誠に申し上げ金ね候ども 少々お目文字の上申し上げたきことござ総労間何とぞご都合なし下されてあなた様のよろしきよりお立ち寄り下されたく幾重にも御待ち申し上げ候一日も早くお越しのほどまずはお目文字の上にてあらあらかしくまるより竹屋の私の下に 都湯と申す湯やあり、八百屋でお聞きください。天気がよろしく候ろうゆえ、ご都合にて、ああさんもお誘い合わされ、掘りりへ参りたくと存じ候ろう間、お知る前からいかがに候ろうや、お尋ね申し上げ候。ろう。もっともこのお返事、ご無用にて候。ろう。文中、引き移りを式移りとなし、 昼前を知る前に書き誤っているのは東京下町言葉の名りである。竹屋の私も今は枕橋の私と共に廃せられてその後もない。我が青春の名残を弔うには今はこれをへんに探るべきか。七私は お雪のを出ていったあと半ばおろした古ヶ屋の裾に座って一人顔を追いながら時には長火鉢にうずめた炭火と岩かしとに気をつけたいかに暑さの激しい晩でもこの土地ではお客の上がった合図に下から茶を持っていく習慣なのでどの家でも火と湯とを絶やしたことがない「おいおい」と小声に呼んで窓をたたくものがある。 私は大方なじみの客であろうと思い出ようか出まいかと様子をうかがっていると外の男は窓口から手を差し入れ猿を外して戸を開けて中へ入った白っぽい浴衣にへこびを締め田舎臭い丸顔に口ひげを生やした年は五十ばかり手には風呂敷に包んだものを持っている私はその様子とその顔立ちとで すぐさまお雪の抱え主だろうと推察したので向こうから言うのを待たずおゆきさんはなんだかお医者へ行くって今表で会いました抱え主らしい男はすでにそのことを知っていたらしくもう帰るでしょう待っていなさいと言って私のいたのを怪しむふうもなく風呂敷包みを解いてアルミの小鍋を出し茶棚の中へ入れた夜食の惣菜を持ってきたのを見れば 抱え主にそう言わない。おゆきさんはいつも忙しくって結構ですね。私は挨拶の代わりに何かお世辞を言わなければならないと思ってそう言った。何ですかどうも。と、抱え主の方でも返事に困ると言ったような意味もないことを言って火鉢の火や湯の加減を見るばかり。面と向かって私の顔さえ見ない。 むしろ対談を避けるというように横を向いているので私もそのまま黙っていたこういう家の亭主と遊客との対面は両方とも甚だ気まずいものである貸し座敷待合者や芸者屋などの亭主と客との間もまた同じことでこの両者の対談する場合は必ず 女を中心にして甚だ気まずいゴタゴタの怒った時で叱らざる限り対談の必要が全くないからでもあろう。いつもおゆきが店口で炊くかやりうも今夜は一度もともされなかったと見え家中にわめく蚊の群れは顔をさすのみならず口の中へも飛び込もうとするのに土地慣れているはずの主人もしばらく座っているうち我慢がしきれなくなって。 中仕切りの敷居際に置いた扇風機の引き手をねじったが壊れていると見えて回らない火鉢の引き出しからようやくかやり工のかけらを見いだした時2人は思わず安心したように顔を見合わせたので私はこれを機会に「今年はどこもひどい蚊ですよ暑さも格別ですがね」と言うと「そうですかここはもともと梅地でろくに地上げもしないんだから」 あと主人もしぶしぶ口を聞き始めたそれでも道が良くなりましたね第一便利になりましたねその代わり何かにつけて規則がやかましくなったそう23年前には通ると帽子なんぞ持っていったものですねあれにゃ私たちこの中のものも困ったんだよ用があっても通れないからね女たちにそう言ってもそういちいち見張りをしてもおられないし 仕方がないから罰金を取るようにしたんだ店の外へ出てお客を捕まえるところを見つかると42円の罰金だそれから公園あたりへ客引きを出すのも規則違反にしたんだそれも罰金ですかうんそれはいくらですか遠回しに土地の事情を聞き出そうと思った時「安藤さん」と男の声で何やら紙切れを窓に差し入れていったものがある。 同時におゆきが帰ってきてその紙を取り上げ、猫板の上に置いたのを盗み見すると、当社釣りにした強盗犯人捜索の会場である。おゆきはそんなものには目も触れず、お父さん、明日抜かなくちゃいけないって言うのよ、この歯、と言って主人の方へ開いた口を向ける。じゃあ今夜は食べるものはいらなかったな。と主人は立ちかけたが、私は わざと見えるように金を出してお雪に渡し、一人先へ立って二階に上がった。二階は窓のある三畳の間に茶舞台を置き、次が六畳と四畳半くらいの二間しかない。一体この家は元一軒であったのを表と裏と二軒に仕切ったらしく、下は茶の間の一室切りで台所も裏口もなく、 2階ははしごの折り口から続いて四畳半の壁も紙を貼った薄い板一枚なので裏隣の物音や話し声が手に取るようによく聞こえる私はよく耳を押し付けて笑うことがあったまたそんなとこ暑いのにさ上がってきたお雪はすぐ窓のある三畳の方へ行って染め模様の剥げたカーテンを片寄せこっちへおいでよいい風だ あら、また光ってる。さっきよりいくらか涼しくなったな。なるほど、いい風だ。窓のすぐ下は、日おのよしずに遮られているが、ドブの向かい側に並んだ家の2階と、窓口に座っている女の顔、行ったり来たりする人影、路地一帯の光景は、案外遠くの方まで見通すことができる。屋根の上の空は、 鉛色に重く垂れ下がって星も見えず表通りのネオンサインに中空までも薄赤く染められているのが蒸し暑い夜を一層蒸し暑くしているおゆきは座布団を取って窓の敷居に乗せその上に腰をかけてしばらく空の方を見ていたがねえあなたと突然私の手を握り私 借金を返しちまったらあなたおかさんにしてくれない俺見たようなものしようがないじゃないかハスになる資格がないっていうの食べさせることができなかったら資格がないねおゆきは何とも言わず路地の外れに聞こえ出したビオロンの歌に連れて鼻歌を歌いかけたので 私は見るともなく顔を見ようとするとお雪はそれを避けるように急に立ち上がり片手を伸ばして柱につかまり乗り出すように半身を外へ突き出したもう十年若けりゃ私は茶舞台の前に座って巻煙草に火をつけた「あなた一体いくつなの?」。 この方へ振り向いたおゆきの顔を見上げると、いつものように固いぼを寄せているので、私は何とも知れず安心したような心持ちになって、もうじき六十さ。お父さん六十なの、まだご丈夫。おゆきはしげしげと私の顔を見て、あなた、まだ四十にはならないね。三十七か八かしら。 俺はおめかけさんにできた子だから本当の年はわからない四十にしても若いね髪の毛なんぞそうは思えないわ明治31年生まれだね四十だと私はいくつくらいに見えて212に見えるが4くらいかなあなた口がうまいからめ。二26だわゆきちゃん お前宇都宮で芸者をしてていたって言ったっっ言ええどうしてここへ来たんだよくこの土地のことを知っていたねしばらく東京にいたものお金のいることがあったのかそうでもなけりゃ旦那は病気で死んだしそれに少し慣れないうちは驚いたろう芸者とはやり方が違うから そうでもないわ。初めっから承知できたんだもの。芸者はかかりまけがして借金の抜けるときがないもの。それに身を落とすなら稼ぎいい方が結局得だもの。そこまで考えたのは全く偉い。一人でそう考えたのか芸者の自分、お茶屋のお姉さんで知ってる人がこの土地で商売していたから話を聞いたのよ。 それにしても偉いよ。年が明けたら少し自前で稼いで残せるだけ残すんだね。私の年は水商売には向くんだとさ。だけれど行く先のことは分からないわ。ねえ。じっと顔を見つめられたので私は再び妙に不安な心持ちがした。まさかとは思うものの。 なんだか奥歯に物の挟まっているような心持ちがして今度は私の方が空の方へでも顔を背けたくなった表通りのネオンサインが反映する空のはずれには先ほどから折々稲妻がひらめいていたがこの時急に鋭い光が人の目をいたしかし雷の音らしいものは聞こえず風がぱったりやんで日の暮れの暑さが またたされてきたようである。「今に夕立ちが来そうだなあなた上結さんの帰りもう三月になるわね私の耳にはこの三月になるわねと少し引き延ばしたねえの声が何やら遠い昔を思い返すとでも言うように 無限の情を含んだように聞きなされた「三月になります」とか「なるわよ」とか言い切ったら常の談話に聞こえたのであろうが「ねえ」と長く引いた声は英単の恩というよりもむしろそれとなく私の返事を促すために使われたもののようにも思われたので私は「そう」と答えかけた言葉さえ飲み込んでしまってただまなざしで応答をした。 お雪は毎夜路地へ入り込む数知れぬ男に応接する身でありながらどういうわけで初めて私と会った日のことを忘れずにいるのかそれが私にはありうべからざることのように考えられた初めての日を思い返すのはその時のことを心に嬉しく思うがためと見なければならないしかし私はこの土地の女が 私のような年寄りに対してもっとも先方では私の年を四十歳くらいに見ているがそれにしてもすいたの惚れたのというようなもしくはそれに似た柔らかく温かな感情を起こしうるものとは夢にも思っていなかった私がほとんど毎夜のように足しげく通ってくるのはすでに幾度か記述したように 色々な理由がああったからである「創作失踪の実地観察」「ラジオからの逃走」「銀座丸の内のような首都数洋の市街に対する嫌を」「その他の理由もあるがいずれも女に向かって語りうべきことではない」「私はお雪の家を夜の散歩の休憩所にしていたに過ぎないのであるが」 そうするためには方便として口から出まかせの嘘もついた恋に欺くつもりではないが最初女の誤り認めたことを訂正もせずむしろ京に任せてその誤認をなお深くするような挙動や話をして身分をくらましたこの責めだけは免れないかもしれない私はこの東京のみならず 西洋にあっても賠償の巷またのほかほとんどその他の社会を知らないと言ってもよいその由来はここに述べたくもなくまた述べる必要もあるまいもし私なる一人物の何者たるかを知りたいというような推峡な人があったなら私が中年の頃に作った「対話昼過ぎ」「万筆」「正宅」「小説」「 見果てぬ夢のごとき悪文を一読せられたなら思い半ばに過ぎるものがあろう。とはいうもののそれも文章が拙なくくどくどしくて前編を読むには面倒であろうからここに見果てぬ夢の一節を抜擢しよう。彼が十年一日のごとく下流界に出入りする元気のあったのはつまり下流界が 不正暗黒の巷であることを熟知していたからでさればもし世間が報道者をもって中心講使のごとく称賛するものであったなら彼は邸宅を人手に渡してまでもその称賛の声を聞こうとはしなかったであろう正当な妻女の偽善的虚栄心公明なる社会の詐欺的活動に対する義憤は彼をして 最初から不正暗黒として知られた他の一方に、派生おもむかしめた唯一の力であった。つまり、彼は真っ白だと称する壁の上に、汚い様々なシミを見出すよりも、投げ捨てられたランルの切れにも、美しい縫い取りの残りを発見して喜ぶのだ。正義の宮殿にも、往々にして鳥やネズミの糞が落ちていると同じく、悪徳の谷底には、 美しい人情の花と、かんばしい涙の果実が、かえってたくさんに積み集められる。これを読む人は、私が、ドブの周期と蚊の声とのうちに生活する女たちを、深く恐れもせず、醜いともせず、むしろ見ぬ前から親しみを覚えていたことだけは、推察せられるであろう。私は、 かの女たちと懇意になるには、少なくとも彼女たちから、軽して遠ざけられないためには、現在の身分は隠している方が良いと思った。彼女たちから、こんなところへ来ずとも良い身分の人だのに、と思われるのは、私にとってはいかにも辛い。彼女たちの発酵な生活を、芝居でも見るように上から見下ろして喜ぶのだと誤解せられるようなことは、 でき得る限りこれを避けたたいと思ったそれには身分を否するよりほかはないこんなところへ来る人ではないと言われたことについてはすでに実例があるある夜改正道路の外れ市営バス車庫のほとりで私は巡査に呼び止められて尋問せられたことがある私は文学者だの著述業だのと 自分から名乗りを上げるのも嫌であるし人からそう思われるのはなおさら嫌いであるから巡査の問いに対しては例のごとく無職の遊民と答えた巡査は私の上着を剥ぎ取って所持品を改める段になると普段夜行の際不審尋問に会う時の用心に印鑑と印鑑証明書と戸籍証本とが納中に入れてある それから紙入れには、翌日の朝、大工と植木屋と古本屋とに払いがあったので、三四百円の現金が入れてあった。巡査は驚いたらしく、にわかに私のことを資産家と呼び、こんなところは君見たような資産家の来るところじゃない、早く帰りたまえ、間違いがあるといかんから、来るなら出直してきたまえと言って、私がなおぐずぐずしているのを見て、手を挙げて円卓を呼び止め、わざわざ戸を開けてくれた。 私はやむことを得ず自動車に乗り改正道路から環状線とかいう道を回ったつまりラビランとの外遊を一周して伏見稲荷の路地口に近いところで降りたことがあったそれ以来私は地図を買って道を調べ深夜は交番の前を通らないようにした私は今おゆきさんが初めて会った日のことを 栄端的な調子で言い出したのに対して答うべき言葉を見つけかねタバコの煙の中にせめて顔だけでも隠したい気がしてまたもや巻きたばこを取り出したおゆきは黒目がちの目でじっとこなたを見つめながら「あなた本当によく似ているわあの晩あたし後ろ姿を見た時はっと思ったくらいそうか 他人の空にってよくあるやつさ私はまあよかったという心持ちを一生懸命に押し隠したそして誰に死んだ旦那に似ているのかいいえ芸者になったばかりの自分一緒になれなかったら死のうと思ったののぼせ切ると誰しも一時はそんな気を起こすあなたも あなたななななたんんぞそんな気にはならないでしょ。冷静かねしかし人は見かけによらないもんだからねそう見くびったもんでもないよおゆきは片えくぼを寄せて笑顔を作ったばかりで何とも言わなかった少し下唇の出た口の右側におのずと深くうがたれる片えくぼはいつもおゆきの顔立ちを 娘のようにあどけなくするのであるがその世に限っていかにも無理に寄せた皺のように言い知れず寂しく見えた私はその場を紛らすためにまた歯が痛くなったのかいいえさっき注射したからもう何ともないそれなりまた話が途絶えた時幸いにもなじみの客らしい者が店口の戸をたたいてくれた お雪はつと立って窓の外に半身を出し目隠しの板越しに下を覗き「あら武さんお上がんなさい」駆け下りる後から私も続いておりしばらく便所の中に姿を隠し客の上がってしまうのを待って音のしないように外へ出た「8. 来そうに思われた夕立も来る様子はなく」。 火種を手さぬ茶の間の蒸し暑さと蚊の群れとを恐れて私は一時外へ出たのであるが帰るにはまだ少し早いらしいので動物隊に路地を抜けここにも板橋のかかっている表の横丁に出た両側に縁日や宮戸が店を並べているのでもともと自動車の通らない道幅はなおさら狭くなって出さかる人は押し合いながら歩いている。 板橋の右手はすぐ角に馬肉屋のある四辻で辻の向かい側には総統州東西寺と記した石碑と玉の井稲荷の鳥居と公衆電話とが立っている私はお雪のお話からこの稲荷の縁日は月の二日と二十日の両日であることや縁日の晩は外ばかり賑やかで 路地の中はかえって客足が少ないところから窓の女たちは貧乏稲荷と呼んでいることなどを思い出し人混みに混じってまだ一度も参詣したことのない社の方へ行ってみた今まで書くことを忘れていたが私は毎夜この盛り場へ出かけるように心持ちにも体にもともどもに習慣がつくようになってから この辺りの夜店を見歩いている人たちの風俗に倣って、出掛けには身なりを変えることにしていたのである。これは別に手数のかかることではない。襟の変える島のホワイトシャツの襟元のボタンを外して襟飾りをつけないこと。洋服の上着は手に下げて着ないこと。帽子はかぶらぬこと。髪の毛は櫛を入れたこともないようにかき乱しておくこと。 ズボンはなるべく膝や尻の擦り切れたくらいな古いものに履き替えること。靴は履かず、古下駄もかかとの方が台まですり減っているのを探して履くこと。タバコは必ずバットに限ること。エトセトラ、エトセトラである。だからわけはない。つまり書斎にいるとき、また来客を迎えるときの衣服を脱いで、庭掃除やすさ洗いのときのものに着替え、下女の古下駄をもらって履けばよいのだ。 古ズボンに古げたを履き、それに古手拭いを探し出して、鉢巻きの巻き方も至極部位にすれば、南は砂町、北は千住から加西金町あたりまで行こうとも、道行く人から振り返って顔を見られる気遣いはない。その町に住んでいる者が買い物にでも出たように見えるので、安心して路地へでも横丁へでも勝手に入り込むことができる。 この無様な身なりは、自堕落に折れば涼しき二階かな、で、東京の気候のことに暑さの甚だしい季節には最も適合している。朦朧円卓の運転手と同じようなこの封をしていれば、道の上と言わず電車の中と言わず、どこでも好きなところへタンツばも履けるし、タバコの吸い殻、マッチの燃え残り、紙くず、バナナの皮も捨てられる。 公園と見れば、ベンチや芝生へ大の字なりに寝転んでいびきをかこうが、何は節をうなろうが、これまた勝手次第なので、ただに気候のみならず、東京中の建築物とも調和して、いかにも復興都市の住民らしい心持ちになることができる。女子がアッパッパーと称する下着一枚で戸外に出歩く気風については、友人佐藤陽才君の文集に載っているその論に譲って、ここには言うまい。 私は素足に履き慣れぬ古げたを突っかけているので、物につまずいたり人に足を踏まれたりして怪我をしないように気をつけながら、人ごみの中を歩いて向かい側の路地の突き当たりにある稲荷に参詣した。ここにも夜店が続き、祠の横手のやや広い空き地には植木屋が一面に並べたバラやユリ、夏菊などの鉢物に時ならぬ花壇を作っている。 当世寺本堂建立の資金寄付者の生命が空き地の一宮に板塀のごとく駆け並べてあるのを見ると、この寺は焼けたのでなければ玉の井稲荷と同じくよそから移されたものかもしれない。私は、常夏の花一鉢をあがない、別の路地を抜けて、元北大正道路へ出た。少し行くと右側に交番がある。 今夜はこの辺りの人たちと同じような身なりをして植木鉢をも手にしているから大丈夫とは思ったが、避けるにしくはないと後戻りして、角に酒屋と水菓子屋のある道に曲がった。この道の片側に並んだ商店の後ろ一帯の路地は、いわゆる第一部と名付けられたラビラントで。 お雪の家のある第二部を貫くかの土ブは突然第一部のはずれの道端に現れて中島湯というのれんを下げた銭湯の前を流れ巨地外の真っ暗な裏長屋の間に行き先を没している私は昔北角を取り巻いていたお羽黒土ブより一層不潔に見えるこの土ブも寺島町がまだ田園であった頃には 水草の花にトンボの止まっていたような清い小流れであったのであろうと年寄りにも似合わない感傷的な心持ちにならざるを得なかった縁日の露天はこの通りには出ていない九州亭というネオンサインを高く輝かしている品飯屋の前まで来ると改正道路を走る自動車の火が見え蓄音機の音が聞こえる。 植木鉢がなかなか重いので、改正道路の方へは行かず、九州庭の四つ角から右手に曲がると、この通りは右側にはラビラントの一部と二部、左側には三部の一区画が複在している、最も繁華な、最も狭い道で、呉服屋もあり、婦人用の洋服屋もあり、洋食屋もある、ポストも立っている。お雪が神誘いの帰り、夕立ちにあって、 私の傘の下に駆け込んだのは確かこのポストの前辺りであった私の胸底には先刻おゆきが半ば冗談らしく感情の一端をほのめかした時私の覚えた不安がまだ消え去らずにいるらしい私はおゆきの履歴についてはほとんど知るところがない どこやらで芸者をしていたと言っているが長唄も清本も知らないらしいのでそれも確かだとは思えない最初の印象で私は何の寄るところもなく吉原か須崎辺りのさほど悪くない家にいた女らしい気がしたのがかえって当たっているのではなかろうか言葉には少しも地方のなまりがないがその顔立ちと 全身の皮膚の綺麗なことは、東京もしくは東京近在の女でないことを証明しているので、私は遠い地方から東京に移住した人たちの間に生まれた娘と見ている。性質は快活で、現在の境外をも深く悲しんではいない。むしろこの境遇から得た経験を元手にして、 どうにか身の振り方をつけようと考えているだけの元気もあれば、最地もあるらしい。男に対する感情も、私の口から出まかせに言うことすら、そのまま疑わずに聞き取るところを見ても、まだ全くすさみきってしまわないことは確かである。私をしてそう思わせるだけでも、銀座や上あ辺りの広いカフェに長年働いている女給などに比較したなら、 お雪のごときは正直とも純朴ともいえるまだまだ真面目なところがあるともいえるであろうはしなくも銀座辺りの女給と窓の女とを比較して私は校舎の名を愛すべくそしてなお共に人情を語ることができるもののように感じたが街路の光景についても私はまた両方を見比べて 校舎の方が船舶に外観の美を誇らず見かけ倒しでないことから不快の念を覚えさせることがはるかに少ない。道端には同じように屋台店が並んでいるが、ここでは水管の散散後タイをなして歩むこともなく、かしこでは珍しからぬ血まみれんかもここではほとんど見られない。洋服の身なりだけは相応にしていながら、 その職業の推察しかねる人相の悪い中年者が、世をはばからず肩で風を切り、杖を振り、歌を歌い、通行の女子を罵りつつ歩くのは、銀座のほか他の町には見られぬ光景であろう。しかるにひとたび、古げたに古ズボンを履いてこのバスへに来れば、いかなる雑踏の世でも、銀座の裏通りを行くよりも危険の恐れがなく、 「あちこちと道を譲る煩わしさもまた少ないのである」「ポストの立っているにぎやかな小道も呉服屋のある辺りを明るい絶頂にしてそれから先は次第に寒しく米や八百屋かまぼこ屋などが目に立ってついに材木屋の材木が立てかけてある辺りまで来ると幾度となく着慣れた私の歩みは意識を待たずすぐさま 自転車預かり所と金物屋との間の路地口に向けられるのであるこの路地の中にはすぐ伏見稲荷の汚れたのぼりが見えるがスけん染めきの客は気がつかないらしく人の出入りは他の路地口に比べると至って少ないこれを幸いに私はいつもこの路地口から忍び入り表通りの家の裏手に一軸の茂っているのと ドの柵にぶどうの絡んでいるのを辺りに似合わぬ風景と見返りながらおゆきの家の窓口を覗くことにしているのである2階にはまだ客があると見えてカーテンにほかが映り下の窓は開けたままであった表のラジオも今しがたやんだようなので私は縁日の植木鉢をそっと窓から中に入れて その世はそのまま白髭橋の方へ歩みを運んだ。後ろの方から浅草行きの京成バスが走ってきたが、私は停留場のあるところをよく知らないので、それを求めながら歩き続けると、行くほどもなく、行く先に橋の明かりのきらめくのを見た。私は、 この夏の初めに功を起こした小説失踪の一辺を今日に至るまでまだ書き上げずにいるのである。今夜お雪が三月になるはねえと言ったことから思い合わせると気功の日はそれよりもなお以前であった。倉庫の末節は種田淳平が鹿島の暑さにあるよ同宿の女急住子を連れ 白髭橋の上で涼みながら行く末のことを語り合うところで終わっているので私は包みを曲がらずまっすぐに橋を渡って欄干に身を寄せてみた最初失踪の布極を定めるとき私はその年24になる女給住子とその年51になる種田の2人が手軽く条項を結ぶことにしたのであるが 筆を進めるにつれて何やら不自然であるような気がしだしたため折からの援書とともにそれなり中休みをしていたのであるしかるに今私は橋の欄干にもたれ川下の公園から音頭踊りの音楽と歌声との響いてくるのを聞きながら先ほどお雪が2階の窓にもたれて美月になるわねえと言った時の誤調や様子を思い返すと 住子と種田との情報は決して不自然ではない。作者が都合のいいように作り出した客色として退りけるにも及ばない。最初の立案を中途で変える方が、かえってよからぬ結果をもたらすかもしれないという心持ちにもなってくる。雷門から円卓を雇って家に帰ると、いつものように顔を洗い、紙を書き直した後、すぐさま硯のそばの香炉に香を炊いた。 そして中絶した装甲の抹節を読み返してみるあそこに見えるのはあれは何だ工場かガス会社かなんかだわあの辺は昔景色のいいところだったんですってね小説で読んだわ歩いてみようかまだそんなに遅かはない向こうへ渡るとすぐ交番があってよ そうか。それじゃあ後へ戻ろう。まるで悪いことをして世を忍んでいるようだ。あなた、大きな声、およしなさい。どんな人が聞いていないとも限らないし。そうだね。しかし世を忍んで暮らすのは初めて経験したんだが、何とも言えない、なんとなく忘れられない心持ちがするもんだね。 浮世離れっていう歌があるじゃないの奥山住まいすみちゃん俺は夕べから急になんだか若くなったような気がしているんだ夕べだけでも生きがいがあったような気がしているんだ人間は気の持ちようだわ悲観しちまっちゃダメよまったくだねしかし僕は何にしてももう若くないからなじきに捨てられるだろう また、そんなこと考える必要なんかないっていうのに私だってもうすぐ30じゃないのさそれにもうしたいことはしちまったしこれからは少し真面目になって稼いでみたいわじゃあ本当におでん屋をやるつもりか明日の朝照ちゃんが来るから手金だけ渡すつもりなのだからあなたのお金は当分使わずに置いてくださいねっゆうべもお話ししたようにそれがいいの しかしそれじゃあ。いいえ、それがいいのよ。あんたの方に貯金があれば、後が安心だから。私の方は持ってるだけのお金をみんな出して、一時払いにして、権利も何もかも買ってしまおうと思っているのよ。どの道やるならその方が得だから。てるちゃんっていうのは確かな人かいとにかくお金のお話だからね。それは大丈夫。あの子はお金持ちだもの。 何しろ玉乃い御殿の旦那ってのがパトロンだからそれは一体何だ玉乃井いで一軒も店や家を持ってる人よもう70ぐらいだわ勢力家よそりゃ時々カフェへ来るお客だったのふーん私にもおでん屋よりかやるならいっそのことあっちの方の店をやれって言うのよ 店もたまもてるちゃんが旦那にそう言っていいのを紹介するって言うのよ。だけれどその時には私一人きりで相談する人もないし私が自分でやるわけにもいかないしするからそれでおでん屋かスタンドのような一人でやれるものの方がいいと思ったのよ。そうかそれであの土地を選んだんだね。てるちゃんはお母さんにお金貸しをさせているわ。事業家だな。 ちゃっかりしてるけれども人をだましたりなんかしないから9月も半ば近くなったが残暑は少しもしりぞかぬばかりか8月中よりもかえって激しくなったように思われたすだれを打つ風ばかり時にはいかにも秋らしい響きを立てながらそれも毎日のように 夕方になるとぱったりないでしまって夜はさながら関西の町にあるがごとくふけるにつれてますます蒸し暑くなるような日が幾日も続く草庫を作るのと蔵昇を晒すのとで忙しく私は三日ばかり外へ出なかった残暑の日ざかり蔵昇を晒すのと風のない初冬の昼過ぎ 庭の落ち葉を炊くこととは私が独居の生涯の最も楽しみとしているところである。幕書は久しく広角に束ねた書物を眺め合ってはじめ熟読した自分のことを回想し時勢と趣味との変遷を思い知る機会を作るからである。落ち葉を炊く楽しみはその身の姿勢にあることをしばしなりとも忘れさせるがゆえである。 古本の虫干しだけはやっと済んだのでその日夕飯を終わるがいなやいつものように破れたズボンに古桁を履いて外へ出ると門の柱にはもう火がついていた夕凪の暑さにかかわらず火はいつか驚くばかり短くなっているのであるわずか三日ばかりであるが外へ出てみるとわけもなく 久しい間行かねばならないところへ行かずにいたような心持ちがして私は幾分なりと途中の時間まで短くしようと京橋の電車の乗り換え場から地下鉄道に乗った若い時から遊び慣れた身でありながら女を訪ねるのにこんな気ぜわしい心持ちになったのは三十年来絶えて久しく覚えたことがないと言ってもそれは決して誇張ではない。 雷門からはまた円卓を走らせやがていつもの路地口いつもの伏見稲荷ふと見れば汚れきった奉納ののぼりが45本とも皆新しくなって赤いのはなくなり白いものばかりになっていたいつものどぶ際にいつもの一軸といつものぶどうしかしその葉の茂りは少し薄くなっていくら熱くとも いくら世間から見捨てられたこの路地にも秋は知らず知らず夜ごとに深くなっていくことを知らせていたいつものお窓に見えるお雪の顔も今夜はいつものつぶしではなく胃腸返しに手柄をかけたような「ボタンとか呼ぶ曲げに変わっていたので私はこなたから眺めて顔違いの下のを怪しみながら歩み寄ると お雪はいかにもじれったそうに扉を開けながら「あなた」と一言強く呼んだあと急に調子を低くして「心配したのよそれでもまあよかったね」私は初めその意を返しかねて下駄も脱がず上がり口へ腰をかけた「新聞に出ていたよ少し違うようだからそうじゃあるまいと思ったんだけれど随分心配したわ」。 そうかやっと当てがついたので私もにわかに声を潜め俺もそんなドジなまねはしない四十気をつけているもの一体どうしたの顔を見れば別に何でもないんだけれど来る人が来ないとなんだか妙に寂しいものよでもユキちゃんは相変わらず忙しいんだろ暑いうちは知れたものよいくら忙しいったって 今年はいつまでも本当に暑いなと言った時おゆきはちょいと静かにと言いながら私の額に止まった蚊を手のひらで押さえた家のうちの蚊は前よりも一層多くなったようで人を刺すその針も鋭く太くなったらしいおゆきは懐紙で私の額と自分の手についた血を拭きこらこんなと言って その紙を見せて丸める「この蚊がなくなれば年の暮れだろう」「そう去年おとり様の自分にはまだいたかもしれない」「やっぱり田んぼか」と聞いたが時代の違っていることに気がついて「この辺でも吉原の裏へ行くのか」「ええ」と言いながらおゆきはチリンチリンとなる鈴の音を聞きつけ立って窓口へ出た。 かねちゃん、ここだよ。何ぼやぼやしてるのさ。氷白玉二つ。それからついでに、かやり子を買ってきてくれ。いい子だ。そのまま窓に寄って通り過ぎる日焼かしにからかわれたり、またこっちからもからかったりしている。その間間には、中仕きりの大阪格子を隔てて、私の方へも話を仕掛ける。氷屋の男が、お待ちどうと言ってあつらえたものを持ってきた。 あなた、白玉なら食べるでしょ今日は私がおごるわ。よく覚えてるな、そんなこと。覚えてるわよ。実があるでしょだからもうそこら中浮気するのおよしなさい。ここへ来ないと、どこか脇のうちへ行くと思ってるのか、しようがない。男は大概そうだもの。白玉が喉へ使えるよ。食べるうちだけ仲良くしようや。知らない。 とお雪はわざと荒々しくさじの音をさせて山盛りにした氷を突き崩した窓口をのぞいた日やかしが「よお姉さんごちそうさま」「ひとつあげよ口を開き」生産りか「青酸カリか命が惜しいや」「もんなしのくせに聞いてあきれら」「何言ってやんで動物家女郎」と,と捨てゼルフィで行き過ぎるのをこちらも負けていず「へっご見た目やろう。 はははと後から来る日やかしがまた笑って通り過ぎたお雪は氷を一さじ口へ入れては外を見ながら無意識に「ちょっとちょっと旦那」と節をつけて呼んでいるうち「立ち止まって窓を覗くものがある」と甘えたような声をして「お一人じゃあ上がってよまだ口開けなんだからさよ」と言ってみたりまた人によってはいかにも首相らしく ええ、構いません。お上がりになってからお気に召さなかったらお帰りになっても構いませんよ。としばらくの間話をして、その挙句これも上がらずに行ってしまっても、お雪は別につまらないという風さえもせず、思い出したように溶けた氷の中から残った白玉をすくい出してむしゃむしゃ食べたり、タバコを飲んだりしている。私はすでにお雪の性質を記述したとき、快活な女であるとも言い、 また、その境外をさほど悲しんでもいないと言った。それは、私が茶の間の片隅に座って、やれうちわの音もなるべくしないように顔を追いながら、おゆきが店先に座っている時のこういう様子をのれんの間から透かし見て、それから推察したものに他ならない。この推察は、ごく悲壮にとどまっているかもしれない。人となりの一面を見たに過ぎぬかもしれない。 しかしここに私の観察の決して謝らざることを断言しうることがあるそれはお雪の性質のいかんにかかわらず窓の外の人通りと窓の内のお雪との間には互いに融和すべき一縷の意図のつながれていることであるお雪が快活の女でその境外をさほど悲しんでいないように見えたのが もし私の誤りであったなら、その誤りはこの融和から生じたものだと私は弁解したい。窓の外は大衆である、すなわち世間である。窓の内は一個人である。そしてこの両者の間には、著しく相反目している何者もない。これは何によるのであろう。おゆきはまだ年が若い。 まだ世間一般の感情を失わないからである。おゆきは窓に座っている間は、その身を卑しいものとなして、別に隠している人格を胸の底に持っている。窓の外を通る人は、その歩みをこの路地に入るや仮面を脱ぎ、恐怖を去るからである。私は若い頃から私分の巷に入り込み、今にその火を悟らない。 ある時は事情にとらわれてかの女たちの望むがまま家に入れて奇想を取らせたこともあったがしかしそれは皆失敗に終わったかの女たちはひとたびその境遇を変えその身を卑しいものではないと思うようになれば一変して押しうべからざるランプとなるか叱らざれば制御しがたいカンプになってしまうからであったおゆきは いつとはなく、私の力によって境遇を一変させようという心を起こしている。ランプか、カンプかになろうとしている。おゆきの後半戦をして、ランプたらしめず、カンプたらしめず、真に幸福なる家庭の人たらしめるものは、失敗の経験にのみ富んでいる私ではなくして、前途になお多くの歳月を持っている人でなければならない。 しかし今これを解いても、おゆきには決してわかろうはずがない。おゆきは私の二重人格の一面だけしか見ていない。私はおゆきのうかがい知らぬ他の一面を暴露して、その日を知らしめるのは容易である。それを承知しながら、私がなお躊躇しているのは、心に忍びないところがあったからだ。これは私をかばうのではない。 お雪が自らその誤解を悟った時甚だしく失望し甚だしく悲しみはしまいかということを私は恐れていたからであるお雪は海疲れた私の心に偶然過去の世の懐かしい幻影を彷彿たらしめたミューズである久しく机の上に置いてあった一片の草稿はもしお雪の心が 私の方に向けらら、れななかったなら少なくともそういう気がしなかったならすでに咲き捨てられていたに違いないおゆきは今の世から見捨てられた一郎作家の多分蘇我最終の作とも思われる奏功を完成させた不可思議な激励者である私はその顔を見るたび心から礼を言いたいと思っているその結果から論じたら私は 書生の経験に乏しいかの女を欺きその身体のみならずその心情をももてあそんだことになるであろう私はこの許されがたい罪の詫びをしたいと心ではそう思いながらそうすることのできない事情を悲しんでいるその夜おゆきが窓口で言った言葉から私の切ない心持ちはいよいよ切なくなった 今はこれを避けるためには重ねてその顔を見ないに越したことはない。まだ今のうちならばそれほど深い悲しみと失望等をおゆきの胸に与えずとも済むであろう。おゆきはまだその本名をもその生い立ちをも問われないままに打ち明ける機会に合わなかった。今夜あたりがそれとなく別れを告げる瀬戸際でもしこれを越したなら、 取り返しのつかない悲しみを見なければなるまいというような心持ちが世の老けかけるにつれて訳もなく激しくなってくる物に追われるようなこの心持ちは折から急に吹き出した風が表通りから路地に流れ込みあちらこちらへ突き当たった末小さな窓から家の中まで入ってきて鈴のついたのれんのひもを揺するその音につれて しよう深くなったたに思われた「その音は風鈴売りがレンジ窓の外を通る時とも違ってこの別天地より外には決して聞かれないものであろう」「夏の末から秋になっても打ち続く毎夜の暑さに今まで全く気のつかなかっただけその響きは秋の夜もいよいよ全くの夜長らしく吹け染めてきたことをしみじみと思い知らせるのである」 気のせいか通る人の足音も静かにさえそこらの窓でくしゃみをする女の声も聞こえるおゆきは窓から立ち茶の間へ来てタバコへ火をつけながら思い出したように「あなた明日早く来てくれない?」と言った「早くって夕方か?」「もっと早くさ明日は火曜日だから診察日なんだよ11時にしまうから一緒に浅草行かない?」 4時頃までに帰ってくればいいんだから私は行ってもいいと思ったそれとなく別杯を組むために行きたい気はしたが新聞記者と文学者とに見られてまたもや筆中せられることを恐れもするので公園は具合の悪いことがあるんだよ何か買うものでもあるのか時計も買いたいしもうすぐ合わせだから 暑い暑いと言ってるうち、本当にもうじきお彼岸だね。合わせはどのくらいするんだ店で切るのか。そう、どうしても30円はかかるでしょう。そのくらいならここに持ってるよ。一人で行ってあつらえておいでな。と紙入れを出した。あなた、本当気味が悪いのか心配するなよ。私は、 お雪が意外の喜びに目を見張ったその顔を長く忘れないようにじっと見つめながら髪入れの中の札を出して茶舞台の上に置いた戸をたたく音とともに主人の声がしたのでおゆきは何か言いかけたのもそれなり黙って立て締めの間に札を隠す私はつと立って主と入れ違いに外へ出た 伏見稲荷の前まで来ると、風は路地の奥とは違って、表通りから真っ向に突き入り、いきなり私の髪を振り乱した。私はここへ来る時の他はいつも帽子をかぶり慣れているので、風に吹きつけられたと思うと同時に片手を上げてみて、初めて帽子のないのに心づき、覚えず苦笑を浮かべた。奉納の上りは、 竿も折れるばかり路地口に屋台を据えたおでん屋ののれんとともにちぎれて飛びそうにひらめき翻っているドブの角のいちじくとブドウの葉は廃屋の陰になった闇の中にガサガサとすでに枯れたような響きを立てている表通りへ出るとにわかに広く打ちあおがれる空には銀河の影のみならず 星という星の光のいかにも神前としてさえ渡っているのが言い知れぬ寂しさを思わせる折も檻り人家の後ろを走りすぎる電車の音と警的の響きとが列風にかすれてさらにこの寂しさを深くさせる私は帰りの道筋を白髭橋の方に取るときにはいつも隅田町郵便局のある辺りか または向島劇場という活動小屋の辺りから勝手に横道に入り牢獄の間を右極する小道をたどりたどって結局白髭明神の裏手へ出るのである8月の末から9月の初めにかけては時々夜になって夕立の晴れたあと澄み渡った空には名月が出て道も明るく昔の景色も思い出されるので知らず知らず一昨日の丘辺りまで歩いてしまうことが多かったが 今夜はももう月もない吹き通す川風もたちまち肌寒くなってくるので私は地蔵坂の停留所に行き着くが否や待合所の板場目と地蔵村との間に身を縮めて風をよけた四五日たつとあの夜を限りもう行かないつもりで 秋合わせの城まで置いてきたのにもかかわらず、何やらもう一度行ってみたい気がしてきた。お雪はどうしたかしら。相変わらず窓に座っていることはわかりきっていながら、それとなく顔だけ見に行きたくてたまらない。お雪には気がつかないように、そっと顔だけ、様子だけ覗いてこよう。あの辺を一回りして帰ってくれば、隣のラジオもやむ自分になるのであろうと、罪をラジオに塗りつけて、 私はまたもや隅田川を渡って東の方へ歩いた。路地に入る前顔を隠すため鳥打ち棒を買い日明かしが五六人着合わすのを待ってその人たちのげに姿を隠しドブの小なたからお雪の家を覗いてみるとお雪は新型のまげを元のつぶしに結い直しいつものように窓に座っていた。 と見れば、同じ軒の,の下の右側の窓は、これまで締め切ってあったのが、今夜は明るくなって、ほかげの中に丸まげの顔が動いている。新しい抱え。この土地では出方さんとかいうものが来たのである。遠くからでよくはわからないが、お雪よりは年もとっているらしく、気量もよくはないようである。私は人通りに混じって、別の路地へ曲がった。 その世はいつもと同じように日が暮れてから急に風がないで蒸し暑くなったためか、路地の中の人でもまた夏の世のようにびただしく、曲がる角角は身を斜めにしなければ通れぬほどで、流れる汗と息苦しさとに耐えかね、私は出口を求めて自動車の馳せ違う広小路へ出た。そして夜店の並んでいない方の歩道を歩み、実はそのまま帰るつもりで、 七丁目の停留場に佇たずんで額の汗を拭った車庫からはわずか一二丁のところなので人の乗っていない市営バスがあたかも私を迎えるように来て止まった私は歩道から一足踏み出そうとして何やら急に訳もわからず名残惜しい気がしてまたぶらぶら歩き出すと間もなく酒屋の前の曲がり角にポストの立っている六丁目の停留場である ここには五六人の人が車を待っていた。私はこの停留場でも虚しく三四台の車を行き過ごさせ、ただ呆然としてポプラの立ち並ぶ表通りと横丁の角に沿った広い空き地の方を眺めた。この空き地には夏から秋にかけてついこの間まで、はじめは局場、次には猿芝居、 その次には幽霊の見せ物小屋が舞を騒がしく蓄音機を鳴らし立てていたのであるが、いつの間にか元のようになって、あたりの薄暗いほかげが水たまりの表に反映しているばかりである。私は、とにかくもう一度雪を訪ねて、旅行をするからとか何とか言って別れよう、その方がいたちの道を切ったようなことをするよりは、どうせ行かないものなら、 お雪の方でも後々の心持ちが悪くないであろうできることならまことの事情を打ち明けてしまいたい私は散歩したいにもそのところがない訪ねたいと思う人は皆先に死んでしまった風流喧嘩の巷またも今では音楽家と舞踏家との名を争うところで年寄りが茶をすすって昔を語るところではない私は図らずもこのラビラントの一宮において不正半日の間を盗むことを知った そのつもりで邪魔でもあろうけれど、おりより遊びに来るときは心よくあげてくれと、遅まきながらわかるように説明したい。私は、再び路地へ入って、おゆきの家の窓に立ち寄った。さあ、おあがんなさい。と、おゆきは、来るはずの人が来たという心持ちを、その様子と調子とに表したが、いつものように下の茶の間には通さず、 先に立ってはしごを上がるので私も様子を察して親方がいるのかええおかみさんも一緒新規のが来たねご飯炊きのばあやも来たわそうか急ににぎやかになったんだなしばらく一人でいたら大勢だと全くうるさいわね急に思い出したらしくこの間はありがとういいのがあったかええ 明日あたりできてくるはずよ。伊達締めもう一本買ったわ。これはもうこんなだもの。後で下へ行って持ってくるわ。おゆきは下へ降りて茶を運んできた。しばらく窓に腰をかけて何ともつかぬ話をしていたが、あるじ夫婦は帰りそうな様子もない。そのうち、はしごの折口につけた呼び鈴が鳴る。なじみの客が来た知らせである。 うちの様子が今までお雪一人の時とは全く違って長くはいられぬようになりお雪の方でもまた主人の手前を気兼ねしているらしいので私は言おうと思ったこともそのまま半時間とはたたぬうち戸口を出た四五日過ぎると季節は彼岸に入った空模様はにわかに変わって南風に追われる暗雲の低く空を行き過ぎる時 大粒の雨は粒手を打つように降り注いではたちまち止む夜を徹しておやみもなく降り続くこともあった私が庭のハゲイトウは根元から倒れたハギの花は葉とともに降り落とされすでに実を結んだ周回堂の赤い茎は大きな葉を剥がれて痛ましく色がせてしまった 濡れた木の葉と枯れだとに狼藉としている庭の様を生き残ったホウシゼミとコオロギとが雨の晴れ間晴れ間に嘆き弔うばかり私は年々秋風秋雨に襲われた後の庭を見るたびたび、コオロームの中にある「修宗風雨の夕べ」と題された一辺の古を思い起こす「秋花は三端として秋草は木なり。 高校たる周到、修夜は流し。すでに少数、修僧に秋の月ざるを。いかんぞ多縁や、風雨の清涼を助くるを。秋を助くるの風雨は、来ることなんぞ速やかなるや。強発、修僧、修務の緑なるを。 そして私は毎年同じようにとてもできぬとは知りながらなんとかうまく翻訳してみたいと思い患うのである風雨の中に彼岸は過ぎ天気がからりと晴れると9月の月も残り少なくやがてその年の十五夜になった前の夜も吹け染めてから月が良かったが十五夜の当夜には 早くから一層曇りのない名月を見た私がお雪の病んで入院していることを知ったのはその世である雇い馬場から窓口で聞いただけなので病の何であるのかも知るよしがなかった10月になると例年よりも寒さが早く来たすでに十五夜の晩にも玉の井稲荷の前通りの商店に 皆さん、障子張り替えの時が来ました。サービスに上等の糊を新定と書いた紙が下がっていたではないか。もはや素足に古桁を引きずり、帽子もかぶらず夜歩きをする時節ではない。隣のラジオも閉めた雨戸に遮られて、それほど私を苦しめないようになったので、私は家にいても、どうやら当かに親しむことができるようになった。 木刀忌団は、ここに筆を置くべきであろう。しかしながら、もしここに古風な小説的結末をつけようと欲するならば、半年、あるいは一年の後、私が偶然思いがけないところで、すでに素人になっているお雪に巡り合う一節を書き添えればよいであろう。なおまたこの偶然の開口をして、さらに感傷的ならしめようと思ったなら、すれ違う自動車とか、 あるいは列車の窓から互いに顔を見合わしながら言葉を交わしたいにも交わすことのできない場面を設ければよいであろう。風陽敵か秋は出したる利根川あたりの渡し船ですれ違うところなどはことに妙であろう。私とお雪とは互いにその本名もその住所をも知らずにしまった。ただ木刀の裏町。 かのわめく、どぶぎわの家で慣れ親しんだばかり。ひとたび別れてしまえば、生涯、愛あうべき機会も手段もない間柄である。軽い恋愛の遊戯とは言いながら、再会の望みなきことを初めから知り抜いていた別離の情は、強いてこれを語ろうとすれば誇張に陥り、これを軽々に助手されば情を尽くさぬ恨みがある。ピエール・ロッチの名著、 お菊さんの松壇は、よく斜藩の情緒を描き尽くし、人をして安類を模様さしむる力があった。私が木刀壇の一辺に小説的色彩を点火しようとしても、それはいたずらにロッチの筆を学んで至らざるの章を招くに過ぎぬかもしれない。私は、お雪が長くドブ際の家にいて、 極めて廉価にその小びを売るものでないことは何の言われもなく早くからこれを予想していた若い頃私は有利の消息に通業した老人からこんな話を聞かされたことがあったこれほど気に入った女はない早く話をつけないと他のお客に身請けをされてしまいはせぬかと思うような気がするとその女はきっと病気で死ぬかそうでなければ 突然嫌な男に身請けをされて遠い国へ行ってしまう何の訳もない極みというものは不思議に当たるものだという話であるおゆきはあの土地の女には似合わしからぬ器量と才地と思っていた慶軍の一角であったしかし昔と今とは時代が違うから病むとも死ぬようなことはあるまい 義理に絡まれて思わぬ人に一生寄せることもあるまい。立て込んだ汚らしい家の屋根続き、嵐の来る前の重苦しい空に映るほかげを望みながら、おゆきと私とは真っ暗な二階の窓によって、互いに汗ばむ手を取りながら、ただそれともなく謎のようなことを言って語り合ったとき、 突然ひらめき落ちる稲妻に照らされたその横顔それは今もなおありありと目に残って消え去らずにいる私は二十歳の頃から恋愛の遊戯にふけったがしかしこの老教に至ってこのようなちむを語らねばならないような心持ちになろうとは運命の人を揶揄することもまた甚だしいではないか草稿の裏には なお数行の余白がある。筆のゆくまましだか三分だか訳の分からぬものを記してこの世の憂いを慰めよう残る蚊に額刺されし我が血しを懐紙に君は拭いて捨てし庭の隅羽毛糖の一茎立ちぬ夜ごとの霜の寒ければ 夕暮れの風をもまたで、倒れしすべき定めも知らず、しきなす葉のしおれながらに、色増す姿ぞ痛ましき。やめる蝶ありて、傷つきし翼によろめき、返り咲く花と疑う傾倒の、倒れしすべきその墓。宿かる夢も結ぶに暇なき遅秋の、黄昏せまる庭の隅。 君と別れし我が身一人、倒れしすべき系統の一茎と、並びて立てる心はいかに。作業税源向島寺島町にある有利の検問器を作って、私はこれを木刀器団と命名した。僕の父は、 林十歳が隅田川を言い表すために緑に作ったもので、その詩集には牧場漁用と題せられたものがある。文化年代のことである。幕府画会の際、成島龍北が下や泉橋通りの指定を引き払い、向島須崎村の別荘を家となしてから、その詩文には多く牧の字が用い出された。 それから牧師が再びあまねく文人牧閣の館に用いられるようになったが、龍北の死後に至って、いつとなく見慣れる字となった。仏らいは隅田川を長江となしていたように思っている。天明の頃には隅田堤を勝派となした詩人もあった。明治の初年、詩文の流行を極めた頃、 小野小山は向島の文字を画順ならずとなし、その恩によって無こう州の三字を考え出したが、これも久しからずして忘れられてしまった。現時向島の議会に無こうと呼ぶ連れ込み宿がある。小野小山の風流を継ぐ心であるのかどうか、いまだつまびらかにするを得ない。 寺島町五丁目から六七丁目にわたった強者の地は白髭橋の東方四五丁のところにある。すなわち墨田堤の東北にあるので、牧場となすには少し遠すぎるような気がした。よって私はこれを牧刀と呼ぶことにしたのである。牧刀騎団はその初め功を出した時、直ちに地名を取って玉の井造史と題したのであるが、 後にいささか思うところがあって、今の世には縁通い、牧師を用いて、ことさらに風雅を装わせたのである。小説の命題などについても、私は14年前、井上亜氏を失い、去年の春、光次郎創養王の夫を聞いてから、次来全く意見を問うべき人がなく、またそれらについて介護する相手も亡くなってしまった。 木刀忌団は、もし宗陽王が世にあるの日であったなら、私は功を脱するや否や直ちに走って、王を千駄木町の愚居に唱い、その越読を煩わさねばならぬものであった。何故かというに、王は私などよりずっと早くから、かのラビラントの事情に通行し、好んでこれを人に語っていたからである。王は座中の談話が、 たまたまその地のことに及べば、まず傍人より万年筆を借り、バットの箱の中身を抜き出し、その裏面に市中より迷宮に至る道路の地図を描き、ついで路地の出入り口を着し、その分かれて何辺にいたり、また何辺に合するかを説明すること、棚心を指すがごとくであった。その頃私は、大抵毎晩のように、銀座終わり町の四つ角で王に出会った。 王は人を待ち合わすのにカフェや喫茶店を利用しない。待ち設けた人が来てから後、話をする時になって初めて飲食店の椅子に座るのである。それまでは皇居の一遇に立ち、時間を計って会うべき人の来るのを待っているのであるが、その予測に反して虚しく時を費やすことがあっても王は決して怒りもせず悲しみもしない。 王の街頭に佇たずむのは約束した人の来るのを待つためばかりではないむしろこれを利用して外場の光景を眺めることを喜んでいたからである王が生前しばしば私に示したその手帳には某年某月某日の城下にそこに置いて見るところ何時より何時までの間通行の女およそ何人のうち様相をなす者幾人 女給らしき者にして旦那らしき者と連れ立って歩む者幾人、物もらい角付け幾人などと記してあったが、これらは町の角やカフェの前の木の下などに佇たずんで人を待っている間に鉛筆を走らしたものである。今年残暑のことに甚ははだしかったある夜、私は玉の井稲荷の前の横丁を歩いていたとき、 おでん屋か何かののれんの間から、シャミを抱えて出てきた、十七八のちょっと顔立ちのいい角付けから、おじさんと親しげに呼びかけられたことがあった。おじさん、こっちへも遊びに来るのかいはじめは全く見忘れていたが、角付けの女の糸切り場を出して笑う口元から、私はたちまち四五年前、 銀座の裏町で、宗陽王と共に、この娘と話をしたことがあったのを思い出した王は、銀座から駒込の家に帰るとき、いつも最終の電車を、尾張町の四つ辻か銀座三丁目の松屋前で待ってる間、同じ手入所場に立ってる花売り、辻裏売り、門付けなどと話をする。車に乗ってからも相手が避けけない限り話をし続けるので この角付けの娘とは、よほど前から顔を知り合っていたのであった。角付けの娘は、私が銀座の裏通りで折々見かけた自分には、まだ上げをして三味線を持たず、左右の手に四つだけを握っていた。髪は桃割れに結い、黒襟をかけたたもとの長い着物に赤い半襟、赤い帯を締め、黒塗りの下駄の鼻をも赤いのをかけた様子は、 女義太夫の弟子でなければ、バスへの色町の反逆のようにも見られた。細表のマセた顔立ちから、首や肩のほっそりした体つきも、またそういう人たちによく見られる典型的なものであった。その生い立ちや性質の型通りであるらしいことも、また、おそらくはとうに及ばぬことであろう。すっかり姉さんになっちまったな。まるで芸者衆だよ。 <laughs> おかしくないと言いながら娘は平打ちのかんざしを島田の根元に差し直したおかしいものかお前も銀座仕込みじゃないかでもあたいもうあっちへはいかないんだよこっちの方がいいかこっちだってどこだっていいことはないよだけれど銀座はあぶれると歩いちゃ帰れないししようがないからねお前あの時分は柳島へ帰るのだったね ああ今は受け知恵子したよ。お腹が空いてるかいいえ、まだ酔いの口だもの。銀座では電車賃をやったこともあったので、その夜は祝儀50銭を与えて別れた。その後、一月ばかり経って、また道端で出会ったことがあるが、間もなく夜露もおいおい肌寒くなってきたので、私はこの町へ散歩に来ることも次第に稀になった。しかし、 この町の町最も繁盛するのは夜風の身にしむようになってからだというからあの娘もこの頃は舞を欠かさず老けあたる町を歩いているのであろう」「総羊王と私とが銀座の夜更けに初めてあの娘の姿を見た頃と今年図らず寺島町の道端で巡り合った時と思い合わせると歳月は早くも5年を過ぎている。 この間に時勢の変わったことは、反玉のようなこの娘の着物の肩揚げが取れ、桃割れが湯岩をかけた島田になった、その変わり方とは同じ見方を持って見るべきものではあるまい。四つだけを鳴らして説教を歌っていた娘が、三味線を弾いて流行り歌を歌う姉さんになったのは、棒振りが蚊になり、おぼこが稲になり、稲がボラになったと同じで、これは自然の進化である。 マルクスを論じていた人が朱子学を奉ずるようになったのは進化ではなくして別のものに変わったのである前のものは空となり後のものは忽然として出現したのである宿りガニの殻の中にカニではない別の生き物が住んだようなものである我々東京の庶民が満州の矢に風雲の起こったことを知ったのは その前の年、昭和五六年の間であった。確かその年の秋の頃、私は昇魂者境内のイチの木に、三日ほど続いて、スズメ合戦のあったことを聞いて、その最終の朝、麹町の女たちと共に、これを見に行ったことがあった。そのまた前の年の夏には、赤坂三つの堀に、信仰人の定まった後、 大きなガマが現れ悲痛な声を上げて泣くという噂が立ちある新聞のごときはガマを捉えた人に金300円の賞を送るという広告を出したそれがために雨の降る夜などにはかえって人手が多くなったが賞金を得た人の噂もついに聞かずいつの間にかこの話は煙のように消えてしまったスズメ合戦を見たその年も たちまち暮れに迫ったある日の午後、私は火災村の海辺を歩いて道に迷い、日が暮れてから10日を目当てにしてようやく船堀橋の所在を知り、二三度電車を乗り換えた後、須崎の市電終点から日本橋の四つ字に来たことがあった。深川の暗い町を通り過ぎた電車から白木屋百貨店の横手に降りると、灯下の明るさと年の暮れの雑踏と、 ラジオの軍歌とが一段になって、今日の半日も夜になるまで人脊の耐えた枯れ足の騎士ばかりさまよっていた私の目には、突然異様なる印象を与えた。またしても乗り換えの車を待つため、白木屋の店頭に佇むと、店の窓には、黄色の荒れ原のところどころに火の手の上がっている背景を飾り、毛衣で包んだ兵士の人形をいくつとなく立て並べてあったのが、 これまた私の目を驚かした。私は直ちに街上に押し合う群衆の様子に目を移したがそれは毎年の聖母に見るものと何の変わりもなくことさらに立ち止まって野営の人形を眺めるものはないらしいようであった銀座通りに柳の苗木が植え付けられ両側の歩道にしゅぼのぼんぼりが作り花の間に連ねともされ 銀座の街がさながら田舎芝居の中野町の場というような光景を停止出したのは次の年の4月頃であった私は銀座に建てられた朱骨のぼんぼりと赤坂ため池の牛肉屋の欄干が主で塗られているのを目にして都人の趣味のいかに低下しきたったかを知った霞屋関の義挙が世を振動させたのは柳祭りのアクる付きであった 私はちょうどその夕べ銀座通りを歩いていたのでこのことを報道する号外の中では読売新聞のものが最も早く朝日新聞がこれに継いだことを目撃した時効がよく日曜日にあたっていたのでその夕べ銀座通りはおびただしい人手であったが電信柱に貼り付けられた号外を見ても群衆は何ら特別の表情をその面上に表さぬばかりか 一言のこれについて談話をするものもなく、ただ露天の商人が休みもなく兵器の玩具に全米をかけ、水出しのピストルを乱射しているばかりであった。総洋王が古帽子をかぶり、日光下駄を履いて舞を欠かさず、尾張町の三越前に立ち現れたのはその頃からであった。 銀座通りの裏表にところを選ばず蔓延したカフェが最も繁盛しまた最も陰備に流れたのは今日から解雇するとこの年昭和7年の夏から翌年にかけてのことであった伊豆子のカフェでも女給を23人店口に立たせて通行の人を呼び込ませる裏通りのバーに働いている女たちは必ず2人ずつ1組になって表通りを歩み 散歩の人の袖を引いたり、目混ぜで誘ったりする。商店の飾り付けを見るふりをして立ち止まり、男一人の客と見れば呼びかけて寄り添い、一緒にお茶を飲みに行こうという怪しげな女もあった。百貨店でも売り子の他に大勢の女を雇い入れ、海水浴衣を着せて、女の肌身を囚人の目前にさらさせるようにしたのも、確かこの年から始まったのである。 裏通りのの角々にははヨーヨーととかか呼ぶをを売る小娘の姿を見ぬことはなかった私は、若い女たちが、その雇い主の命令に従って、その顔とその姿とあるいは店先、あるいは街上にさらすことを恥とも思わず、中には大欧得意らしいのを見て、交渉の張り店が復興したような思いをなした。そして、いつの世になっても、 女を刺激するには変わらない一定の方法があることを知ったような気がした。地下鉄道はすでに京橋の北詰めまで改削せられ、銀座通りには昼夜の別なく地中に鉄棒を打ち込む機械の音が響き渡り、土工は商店の軒下にところ嫌わず昼寝をしていた。月島小学校の女教師が夜になると銀座一丁目裏のラバさんというカフェに女給となって現れ、 売春の傍ら枕探しをして捉えられたことが新聞の市場を賑わしたそれはやはりこの年昭和七年の冬であった私が初めて宗楊王と交わりを正したのは大正十年の頃であろうその前から古本の位置へ行くごとに出会っていたところからいつともなく話をするようになっていたのである しかしその後も会うところは相変わらず古本屋の店先で談話は古書に関することばかりであったので昭和7年の夏偶然銀座通りで開港した際には私は意外の地で意外な人を見たような気がしたためその世は立ち話をしたまま別れたくらいであった私は昭和2、3年の頃からちょうどその時分まで一時全く銀座からは遠のいていたのであったが 夜眠られない病気が年とともに激しくなったことや、自炊に便利な食料品を買うことや、また、夏中は隣のラジオを聞かないようにすることや、それらのために、またしても銀座へ出かけ始めたのであるが、新聞と雑誌との筆中を恐れて、裏通りを歩くにも人目を忍び、向こうの方から頭髪を振り乱した男が、折りかばんをぶら下げたり、新聞雑誌を抱えたりして歩いてくるのを見ると、 横丁へ曲がったたたりり電柱の影に隠れたりしてい宗陽王はいつも白旅に日光下駄を履いていたその風采を一見しても直ちに現代人でないことが知られるそれゆえ私が現代文史を意味恐れている理由をも特に及ばずして王はよくこれを察していた私が表通りのカフェに行くことを避けている事情をも王はこれを知っていた 一や王が私を案内して西銀座の裏通りにあってほとんど客のいないバン亭という喫茶店へ連れて行き当分そのところを会合所にしようと言ったのも私の事情を知っていたゆえであった私は遠所の時節いかにかっするときといえども氷を入れた淡水のほか冷たいものは一切口にしない 冷水もなるべくこれを避け、夏も冬と変わりなく、熱い茶かコーヒーを飲む。アイスクリームのごときは貴重以来今日まで一度も口にしたことがないので、もし銀座を歩く人のうちで銀座のアイスクリームを知らない人があるとしたなら、それはおそらく私一人のみであろう。王が私を番佐邸に案内したのも、またこれがためであった。 銀座通りのカフェで夏になって熱い茶とコーヒーとを作る店はほとんどない。西洋料理屋の中でも熱いコーヒーを作らない店さえある。紅茶とコーヒーとはその味わいの半ばは後期にあるので、もし氷で冷却すれば後期は全く消え失せてしまう。しかるに現代の東京人は冷却して後期のないものでなければこれを口にしない。私のごとき旧平人には これれがはなはだ気風に思われる。この気風は大正の初めにはまだ一般には行き渡っていなかった紅茶もコーヒーも共に用心の持ちきたったもので用心は今日といえどその冷却せられたものを飲まないこれを持ってみれば紅茶コーヒーの本来の毒性は温かきにあるや明らかである今これを法則に従って冷却するのは 本来の特性を破損するもので、それはあたかも外国の小説演劇を法語に訳すとき、土地人物の名を放火するものと相似ている。私は何事によらず、ものの本性を傷つけることを悲しむ傾きがあるから、外国の文学は外国のものとしてこれを干渉したいと思うように、その飲食物のごときもまた法人の手によって塩梅せられたものを好まないのである。 番査亭は、多年南米の植民地に働いていた九州人がコーヒーを売るために開いた店だということで、夏でも暖かいコーヒーを売っていた。しかしその主は、宗洋王と前後して世を去り、その店もまた閉ざされて今はない。私は宗洋王と共に番査亭に行くときは、狭い店の中の暑さとハエの多いのと恐れて、 店先の並木の下に出してある椅子に腰をかけ、夜も12時になって店の明かりの消える時までじっとしている。家へ帰って枕についても眠られないことを知っているので、12時を過ぎてもなお行くべきところがあれば誘われるままに行くことを辞さなかった。王は私と相対して並木の下に腰をかけている間に、万佐邸と隣接したラインゴルト、 向かい側のサイセリやスカール、オデッサなどいう酒場に出入りする客の人数を数えて手帳に書き留める。円卓の運転手や角付けと近づきになって話をする。それにも飽きると表通りへ物を買いに行ったり、路地を歩いたりして、戻ってくるとその見てきたことを私に報告する。今どこの路地でブライカンが神器の礼を交わしていたとか、あるいは 向こうの川岸で怪しげな女に袖を引かれたとかかつてどこそこの店にいた女給が今はどこそこの女主になっているとかいう類いの話である寺島町の横丁で私を呼び止めた門付けの娘も初めて顔を見知ったのはこの並木の下であったに違いはない私は王の談話によって銀座の町が わずか34年見ない間にすっかり変わったその景況の大役を知ることができた震災前表通りにあった商店で元のところに同じなりわいを続けているものは数えるほどで今はことごとく関西もしくは九州から来た人の経営に委ねられた裏通りの至るところにふぐ汁や関西料理の看板がかけられ 横丁の角角に屋台店の多くなったのも怪しむには当たらない。地方の人が多くなって、外でものを食う人が増加したことは、伊豆この飲食店も皆繁盛していることがこれを明らかにしている。地方の人は東京の習慣を知らない。最初、停車場構内の飲食店、また百貨店の食堂で見覚えたことは、ことごとく東京の習慣だと思い込んでいるので、 シルコの看板をかけた店へ来て、品そばがあるかと聞き、蕎麦屋に入って天ぷらをあつらえ、断られていぶかしげな顔をするものも少なくない。飲食店のガラス窓に飲食物の模型を並べ、これに価格をつけておくようになったのも、けだしやむことをえざる結果で、これまたその藩を大阪に取ったものだということである。街に火がつき、 蓄音機の響きが聞こえ始めると、手記を帯びた男が四五人ずつ一組になり、互いにその腕を肩に掛け合い、腰を抱き合いして、表通りと言わず裏通りと言わず、銀座中をひょろひょろさまようやるく。これも昭和になってから新たに見るところの景況で、震災後しきりにカフェのでき始めた頃には、まだ見られぬものであった。私は、 この不定祭にしては,なはだ無遠慮な行動の原因するところをつまびらかにしないのであるが、その実例によって考察すれば、昭和2年、初めて三田の書生及び三田出身の紳士が野球見物の帰り、軍をなしタイを作って銀座通りを襲ったことを感化するわけにはいかない。彼らは絵に乗じて、夜店の商品を踏み壊し、カフェに乱入して、店内の器具のみならず、 家屋にも多大の損害を与え、制御の任にあたる経理と相争うに至った。そして毎年二度ずつ、この暴行は繰り返されて、今日に及んでいる。私は世の不敬にして、未だ一人の、深くこれを憤り、その指定をして退学せしめたもののあることを聞かない。世はこぞって所生の暴行を持って是となす者らしい。かつて私も、 明治大正の右利、棒を受けて三田に教鞭を取ったこともあったが、早く辞して去ったのは幸いであった。その頃私は経営者中の一人から、三田の文学も東門に負けないように尽力していただきたいと言われて、その愚劣なるに眉を潜めたこともあった。彼らは文学芸術をもって野球と同一に見ていたのであった。私は、 元来その周壁よりして、塔を結び軍をなし、その意を借りてことをなすことを欲しない。むしろこれを京都なしで知りけている。遅刻のことはこれを避けて論外に置く。私は芸林に遊ぶ者の,の、王を社を結び塔を立てて、己に組みするをあげ、組みせざるを抑えようとするものを見て、これを京都なし、老となすのである。 その一例をあぐれば、かつて文芸春秋者の都が、築地小劇場の舞台にその塔の作品の上演せられなかったことを含み、幼い薫の抱ける劇文学の解釈をもって、謝れるものとなしたことのごときを言うのである。高岩は空を行くとき、列を作って己を守ることに努めているが、うぐいすは夕刻を入れて凶牧に移らんとするとき、 軍ををももななさず列をも作らないしかもなお公願は両者の放火を逃れることができないではないか結社は必ずしも身を守る道とは言えない。不助子の「媚びを売る者」について見るもまた団結をもって安全となす者と「声い小然としてなおかつ悲しまざるがごとき者も」もある。 銀座の表通りに灯火を輝かすカフェを城郭となし、赤組といい白組と称する団体を組織し、客の転倒を貪さぼる者は女給の群れである。風呂敷包みを抱え、時には雨傘を携え、夜店の人混みに紛れて密かに後人の袖を引く者は独立の外相である。この両者は、その外見すこぶる異なるところがあるが、 そのひとたび経理に追跡せられるや避難のその身に達することには何の差別もないのであろう今年昭和11年の秋私は寺島町へ行く道すがら浅草橋あたりで花電車を見ようとする人たちが道端に柿をなしているのに出会った気が付くと手にした乗車切符がいつもよりは大型になって 自伝二十五周年記念とかしてあった。何かことのあるごとに、東京の街路には花電車というものが練り出される。今より五年前、宗洋王と西銀座万佐亭に世をふかしなれた頃、秋もすでに悲願を過ぎていたかもしれない、求人から今しがた花電車が銀座を通ったことを聞いた。 そしてその世の花電車は東京下の町々が市内に編入せられたことを祝うためであったことをも見てきた人から聞き伝えたのであった。これより先、まだ残暑の去りきらぬ頃、日比谷の公園に東京温度と称する公開の舞踏会が挙行せられたことをも私はやはり見てきた人から聞いたことがあった。東京温度は軍部の地が市内に合併し、 東京市が広くなったのを祝するために行われたように言われていたが、内情は日比谷の角にある百貨店の広告に過ぎず、その店で揃いの浴衣を買わなければ入場の切符を手に入れることができないとのことであった。それはとにかく、東京市内の公園で若い男女の舞踏をなすことは、これまで一びも許可せられた前例がない。地方農村の盆踊りさえ、 確か明治の末頃には県知事の命令で禁止せられたこともあった。東京では江戸の昔、山手の屋敷町に限って田舎から出てきた奉公人が盆踊りをすることを許されていたが、町民一般は氏神の祭典に興奮するばかりで、盆に踊る習慣はなかったのである。私は震災前、毎夜帝国ホテルに舞踏の行われた時、 愛国の獅子が日本刀を振るって城内に乱入したためその後舞踏の催しは中止となったことを聞いていたので日比谷公園に公開せられた東京温度の会場にも何か騒ぎが起こりはせぬかと内心それを期待していたが何事もなく温度の踊りは1週間の公開を終わった「どうも意外なことだね」と私は総ウヨウオを顧みていった王は 薄ひげを生やした口元に笑みを含ませ、温度とダンスとは違うからでしょう。しかし、男と女とが大勢一緒になって踊るのだから、同じことじゃないですか。それは同じだが、温度の方は男も女も洋服を着ていない、浴衣を着ているからいいのでしょう。肉体を露出しないからいいのでしょう。そうかね。しかし、肉体を露出することから見れば、 浴衣の方が危ないじゃないですか。女の洋装は胸の方が露出されているが、腰から下は大丈夫だ。浴衣はこれとは反対なものですぜ。いや、先生のように総理靴詰めにされてはどうにもならない。震災の時分、夜景団の男が洋装の女の通りかかるのを尋問した。その時何か尺に触ることを言ったというので、女の洋服を剥ぎ取って身体検査をしたとかしないとか、大騒ぎなことがあったです。 夜け団の男も洋服を着ていた。それで女の洋装するのが尺に触ると言うんだから理屈にはならない。そういえば女の洋服は震災時分にはまだ珍しい方だったね。今ではこうして往来を見ていると通る女の半分は洋服になったね。カフェタイガーの女給も2、3年前から夏は洋服が多くなったようですね。武断政治の世になったら 女の様相はどうなるでしょう踊りも浴衣ならいいという流儀なら様相は流行らなくなるかもしれませんね。しかし今の女は様相を良したからといって日本服を着こなすようにはならないと思いますよ。一度崩れてしまったら二度と良くなることはないですからね。芝居でも遊芸でもそうでしょう。文章だってそうじゃないですか。買って次第に崩してしまったら 直そうと思ったってもう治りはしないですよ。原文一致でも、王外先生のものだけは、朗吟することができますね。宗洋王はメガネを外し、両目を閉じて、伊沢蘭剣が伝の抹節を唱えた。私は学職なきを売れうる。常識なきを売れえない。天下は、常識に留める人の王妃に耐えない。 こんな話をしていると、夜は案外早く更け渡って、服部の時計台から12時を打つ鐘の声が、その頃はなんとなく耳新しく聞きなされた。交渉壁の強い王は、鐘の音を聞くと、震災前まで八官町にあった小林時計店の鐘の音が、明治の初めには新橋八景の中にも数えられていたことなどを語り出す。 私は、明治十四五年の頃には、毎夜、義家の二階で、女の帰ってくるのを待ちながら、かの大時計の音に耳を澄ましたことなどを思い出すのであった。三木愛花の表した小説芸者説用などの話も、私たち二人の間には、しばしば語り出されることがあった。万佐亭の前の道路には、この時間になると、 女給や水客の帰りを当て込んで、円卓が集まってくる。この付近の酒場で、私がその名を記憶しているのは、バンサテの向かい側には、オデッサ、スカール、サイセリア。コナタの側には、ムーラン・ルージュ、シルバースリッパ、ラインゴルトなど。また、バンサテと下田屋との間の路地裏には、ルパン、スリーシスタ、シラムレンなど名付けられたものがあった。今もなおあるかもしれない。 はっとりの鐘の音を合図にそれらの酒場やカフェが一斉に表の火を消すので街はにわかに薄暗く集まってくる円卓は客を乗せてもいたずらにラッパを鳴らすばかりで動けないほど混み合ううち運転手の喧嘩が始まる。かと思うと巡査の姿が見えるが早いか一両残らず逃げ伏せてしまうがしばらくしてまた元のようにその辺一帯をガソリン臭くしてしまうのである。 宗陽王はいつも路地を抜け、裏通りから終わり町の四つ角に入れ、すでに一軍をなして赤電車を待っている女急と共に路傍に立ち、顔なじみの者がいると先方の迷惑もをりみず、大きな声で話を仕掛ける。王は毎夜の見分によって、電車のどの線には女急が最も多く乗るか、またその行き先はバスへのどの方面が最も多いかということをよく知っていた。 自慢らしくその話にふけって赤電車にも乗り損なうことがたびたびであったが、しかしそういう場合にも王はかつて驚く様子もなく、かえってこれを幸いとするらしく、先生少しお歩きになりませんかその辺までお送りしましょうという。私は王の不遇なる生涯を思い返して、それはあたかも待っていた赤電車を眼前に一しながら、 狼狽の色を示さなかった態度によく似ていたような心持ちがした。王は、郷里の師範学校を出て中年にして東京に来たり、海軍省文書課、慶應義塾図書館、書士一斉堂編集部その他に勤務したが、長くその職にいず、晩年はもっぱら演算に従事したが、これさえ多くは失敗に終わった。けれども王は深く悲しむ様子もなく、 寒散の生涯を利用して震災後姿勢の風俗を観察して自ら楽しみとしていた王と交わる者はその悠々たる様子を見て郷里には資産があるものと思っていたが昭和十年の春にわかに世を去った時その家には古書と甲冑と盆栽とのほか一線の蓄えもなかったことを知ったこの年 銀座の表通りは地下鉄道の工事最中で、夜店がなくなる頃から凄まじい物音が起こり、甲府の恐ろしい姿が見え始めるので、王と私との万歩は、ひとたび終わり町の角まで運び出されても、すぐさま裏通りに移され、おのずから芝口の方へと導かれるのであった。土橋か何は橋かを渡って商船のガードをくぐると、暗い壁の表に、決命弾を釈放せよ。 など、不穏な言葉を連ねたいろいろの紙が貼ってあった。その下にはいつも小敷が寝ている。ガードの下を出ると、歩道の片隅に、栄養の王座など書いた看板を出し、四角な水桶にうなぎを泳がせ、釣り針を売る露店が、幾軒となく桜田本郷町の四つ角近くまで続いて、カフェ帰りの女給や近所の遊び人らしい男が大勢集まっている。 裏通りへ曲がると、停車場の改札口と向かい合った一筋の路地があって、その両側に寿司屋と小料理屋が並んでいる。その中には一軒私の知っている店もある。のれんに焼き鳥金兵衛と記した家で、その女主は24年の昔、私が操縦郎町の芸者屋に帰還していた頃、向かい側の家にいた名義何菓子というものである。 金米の開店したのは確かその年の春頃であるが、年々に繁盛して、今は屋内を改築して見違えるようになっている。この路地には、震災後も町合や芸者屋が軒を連ねていたが、銀座通りにカフェの流行り始めた頃から、次第に飲食店が多くなって、夜半過ぎに商船電車に乗る人とカフェ帰りの男女とを目当てに、 大抵、暁の二時頃まで明かりを消さずにいる。寿司屋の店が多いので、寿司屋横丁と呼ぶ人もある。私は、東京の人が夜中過ぎまで飲み歩くようになったその状況を眺めるとき、この新しい風習がいつ頃から起こったかを考えなければならない。吉原遊郭の近くを覗いて、 震災前東京の街中で夜中過ぎて明かりを消さない飲食店は蕎麦屋よりほかはなかったソー王は私の質問に答えて現代人が深夜飲食の楽しみを覚えたのは商船電車が運転時間を暁1時過ぎまで延長したことと市内1円の札を掲げた辻自動車が50銭から30銭まで値下げをしたこととに基づくのだと言って いつものように眼鏡を取ってその細い目をしばたたきながら「このありさまを見たら一部の道徳家は大いに外嘆するでしょうな」「私は酒を飲まないし生臭いものが嫌いですからどうでも構いませんがもし現代の風俗を強制しようと思うなら交通を不便にして明治時代のようにすればいいのだと思います」「そうでなければ夜中過ぎてから円卓の新鮮をぐっと高くすればいいでしょう」 ところが夜遅くなればなるほど円卓は昼間の半分よりも安くなるのですからねしかし今の世の中のことはこれまでの道徳や何かで律するわけにいかない何もかも勢力発展の一現象だと思えば暗殺も簡易も何があろうとさほど前をしかめるにも及ばないでしょう「勢力の発展」といったのは欲望を追求する熱情という意味なんです。 スポーツの流行、ダンスの流行、旅行登山の流行、競馬その他爆撃の流行、みんな欲望の発展する現象だ。この現象には現代固有の特徴があります。それは個人命名に他人よりも自分の方が優れているということを人にも思わせ、また自分でもそう信じたいと思っている、その心持ちです。優越を感じたいと思っている欲望です。 明治時代に成長した私にはこの心持ちがないあったところで非常に少ないのですこれが大正時代に成長した現代人と我々との違うところですよ円卓がラッパを吹き鳴らしている道端に立って長い議論もしていられないので王と私とはちょうど三四人の女級が客らしい男と連れ立ち向かい側の寿司屋に入ったのを見て その後に続いてのれんをくぐった現代人がいかなるところいかなる場合にもいかに甚だしく優越を争おうとしているかは路地裏の寿司屋においても直ちにこれを見ることができる。彼らは店の中が混んでいると見るやたちまち鋭い目つきになって空席を見いだすとともに人混みを押し分けて爆心する。 物をあつらえるにも、人に先んじようとして大声を上げ、テーブルを叩き、杖で床をついて休止人を呼ぶ。中にはそれさえ待ちきれず、立って料理場を覗き、直接料理人に命令するものもある。日曜日に物見ユさんに出かけ、汽車の中の空席を奪い取ろうがためには、プラットフォームから女子供を突き落とすことをおじさないのも、こういう人たちである。戦場において一番やりの手柄をなすのも、 こういうい人たちである乗客の少ない電車の中でもこういう人たちは五月人形のように股を八の字に開いて腰をかけ取れるだけ場所を取ろうとしている何事をなすにも訓練が必要である彼らは我々のごとく徒歩して通学した者とは違って小学校へ通う時から雑踏する電車に飛び乗り 雑踏する百貨店や活動小屋の階段を上下し、先を争うことによくならされている。自分の名を売るためには、自ら進んで全級の生徒を代表し、時の大臣や県官に手紙を送ることを少しも恐れていない。自分から子供は無邪気だから何をしても良い、何をしても咎められる理由はないものと解釈している。こういう子供が成長すれば、人より先に学位を縁とし、 人より先に職を求めんとし人より先に富を作ろうとするこの努力が彼らの一生でその他には何者も,もない円卓の運転手もまた現代人のうちの一人であるそれゆえ私は赤電車がなくなって家に帰るため円卓に乗ろうとするに望んでは漠然たる恐怖を感じないわけにはいかないなるべく 現代的優越の感を抱いていないように見える運転手を探さなければならない。必要もないのに先へ行く車を追い越そうとする意気込みのなさそうに見える運転手を探さなければならない。もしこれを怠るならば、私の名は、たちまち翌日の新聞市場に、交通課の犠牲者として書き立てられるであろう。 窓の外に聞こえる人の話し声と放きの音とに、私はいつもより朝早く目を覚ました。寝床の中から手を伸ばして、枕元に近い窓の幕を片寄せると、朝日の光が軒を覆うシイの茂みに差し込み、垣根際に立っている柿の木の取り残された柿の実を、ひとしを色濃く照らしている。放きの音と人の声とは、 隣の女中と私の家の女中とが垣根越しに話をしながらそれぞれ庭の落ち葉を履いているのであった。乾いた木の葉の早々として響きを立てる音がいつもより耳元近く聞こえたのは両方の庭をうずめた落ち葉が両方ともに一度に履き寄せられるためであった。私は毎年冬の寝覚めに 落ち葉をはく同じようなこの響きを聞くとやはり毎年同じように「老衆は葉のごとく腹江戸も尽きずそうそうたる清中また秋を送る」といった舘竜安の句を浸透に思い浮かべるその日の朝も私はこの句を黙章しながら寝巻きのまま立って窓に寄ると崖のえのきの黄ばんだその葉も大方散ってしまった小から 鋭いモズの声が聞こえ庭の隅に咲いたつわぶきの黄色い花にも赤とんぼが止まっていた赤とんぼは数知れず透明なその翼をキラキラさせながら青々と澄み渡った空にも高く飛んでいる曇りがちであった11月の天気も23日前の雨と風とにすっかり定まっていよいよ 一年の光景君騎手せよと当場の言ったような小春の好時節になったのである今までどうかすると一筋二筋と糸のように残って聞こえた虫の音も全く絶えてしまった耳に響く物音はことごとく昨日の物のとは変わって今年の秋は名残もなく過ぎ去ってしまったのだと思うと 寝苦しかった残暑の夜の夢も涼しい月の夜に眺めた景色も何やら遠い昔のことであったような気がしてくる年々見るところの景物に変わりはない年々変わらない景物に対して心に思うところの感慨もまた変わりはないのである花の散るがごとく葉のおつるがごとく 私には親しかったかの人々は一人一人相次いで行ってしまった私もまたかの人々と同じようにその後を追うべき時のすでに甚だしく遅くないことを知っている晴れ渡った今日の天気に私はかの人々の墓を払いに行こう落ち葉は私の庭と同じようにかの人々の墓をも 埋め尽くしているのであろう。